はい、じゃよろしくお願いします。えっ、ー、と入門講座の、えー、本論編民法の第一回、えー、これを始めさせていただきます、えー。担当します田中です。よろしくお願いします。えっ、ー、とまずあの今日からあの前回えっ、ー、とあれですね全体構造編ということでまあ全体的な、えー、法律学習のやり方であったりとかえー、もしくはその各科目ですね七科目全部どういうふうにやるのみたいな話のことをざっくり話させていただいたんですけれどもえっ、ー、と今日から本論編になります。で。えー まあ、今日かから20何回か、えー、結構量ありますけれども民法について、えー、基本的に、えー、改正民法になってくると思うんだけどそこら辺のところを中心に、えー、具体的な中身に入っていきたいと思いますでまずあの配布しているテキストなんですけれども、えー、基本的な進め方としては、えー、セブンサミットという、えー、テキストがありますね、えー、こちらの方のテキストを、まあ、準拠しながら、まあ、進めてまいりますでただあの入門講座であると、えー、いうことを考えると、あのー、1年間で7つの科目を全てやるというふう ふうな形になりますので、す、え、べ、ー、てのこと、えー、細かくやっていくというのは効率的ではないので、えー、基本的には1年間で、まあ、目標としては前回もちょっと述べたところですけれどもあの予備試験ですね予備試験の担当式のラインには十分合格できるレベル、えー、そのレベルの知識っていうのをまあ習得してもらうということとあとは基本的な法律学習ですね、えー、どういうふうに法律学習をしていくべきなのかという1年目の筋道が立てられるというところをまず最優先に考えて進めていきたいと思っています。で 今日は、えー、1回目なんですけれどもどんな感じで進めていくかというとです、ね、もう実際中身入っていきます、うん、で民法ってどういう法律なのかって前回ちょっとやったと思うんだけれどもあの基本的には民法というのはあのいわゆる司法ですね。 えーまあ、詩人と詩人の間ですね誰かと誰かの間で契約を結んでその、まあ、詩人間の、まあ、法律関係を律するものであるとでそれは例えば憲法とは違うわけでねえ憲法っていうのはいわゆる公権力もしくはえ公的な機関と詩人との間の関係を律、えー、するものであると、まあ、広報と言われるもので今日からやる民法っていうのは基本的に詩人間のものですでじゃあ,、まあ実際試験対策っていう発想でいうとじゃあ予備試験とか司法試験でじゃあ一体何が問われるかっていったらもちろん まあ民法なわけだから契約が成立してその契約に基づいていろんなことが行われるとで普通通りそれで契約が済めば何もないんだけれどもえ当然紛争が起こるわけですね、うん、契約が実際に成立する段階で問題が起こったりえもしくは契約が実際成立してその契約を履行する段階で問題が起こったりもしくはもう契約を結んで履行してるんだけどうまくいかなくてじゃあそれを解除する段階 もしくは、その履行して解除するときに損害が発生して損害賠償するなどなど基本的には契約を中心に回っていくんですね。うんえー、ですので、あの私の入門講座の中でも基本的にはその契約の成立から順番に。 とにかく大切な、あの出題資料が高いところをやっていこうと思ってます。で、今日一1回目なんですけれども、1回目はちょっとセブンサミット最初の方ね、あね、目次の方をちょっと見てもらえると、えー、あれなんです、ちょっとお持ちの方は目次のところで、ずっと民法の除雪っていう形で最初からずっと書かれてはいるんですが、あのー、最初の時に言ったんだけどね、あのー、 難易度としては最初のの方っっていうのはやっぱりり抽象的になながちなんですね、うん、あの民法とは何ぞやであったりとかあとはその詩人とは何ぞやとか法律とは何ぞや法律行為とは何ぞやという、まあ、一般的に抽象的なことが中心になっているので初学者、えー、特に、えー、法律初めてやる方にしてみると正直取っ組みにくいところで面白みがないというところなので実際あの入門講座の中では一通り触ってからやります。 うん、一通り触ってから、触った後に、えー、2周目っていう形で戻ってきて、抽象論をやっていきますのであの、今の段階では、その抽象的なところについては、あのまり、あ、気にしなくて結構です、具体的なところからやっていきます。うん でえー、じゃあ、どこからやっていくかというと一番重要なのは契約の成立なわけで,で前回ちょっと話をしたけれども契約ってどういうふうに成立するかというと、まあ、申し込みがありますと、えー、申し込みがあってそれに対して承諾をするとで申し込みと承諾が合致することによって契約が成立するとだから具体的に言えば例えば本屋さんに行って例えばこの6本くださいと本屋さんの店員さん,に言います店員さんが分かりましたと言えばそれで契約が成立すると、うん、でこれで済めばいいんだけれどもじゃあ契約が実際成立しないときはどういうふうな段階 かっていうその本を売ってください、本を売りますっていうこの意思表示っていうんだな、この意思表示に問題があるケースっていうのがトラブルになりやすい、民法では今日しっかり押さえてほしいので、法をちょっと開いてもらいたいんですが、ない人はあの全然、あのあれですね、配ったやつでも同じような形なので、主に民法が、なんていうかな、契約の成立において、問題にしているところっていうのがですね。はい,よいしょ え民法の一つ開ける人は93条ですね、民法の93条からえ民法の98条まで、実はこれだけしかないんだけれどもね、民法の方ではこういう形で、意思表示がうまくいかないとき、どういうふうに処理するかということがえ書かれています、うん、ンサミットでいうと、対応するページが、せっかくだから今日はね、どんどん進めます。失礼しましまた えー、セブンサミットで109ページからになります。うん。えー、セブンサミット109ページのところに、えー、意思表示という、えー、第二節というところがあると思うんですが、えー、ここのところをやっていきます。で、正直1回目の講義なので、あの民法の基本的なあのー、知識っていうのは基本的に前提にしないので、あのもう見方で初めてだよっていう人でもわかるような形で説明していきます。なので、あのーまあ、具体的なイメージをねしっかりわいて、であとはまあ3月4月ね、あのー、この時期って。 日程的にもおそらくはあの毎週じゃないんだよね、隔週であって、でまあ、4月から水曜日が入ってきて結構タイトにはなるけれども、まあ、今の段階、ある程度、あの日程的にも楽だと思いますので、まあ、大体民法の全体像をつかんで、それでまあ実際、復習の仕方とか、講義の中で指示していくので、まあ、実際に復習の仕方をやっていって、どういうふうにあの、まあ、日常的な勉強であの進めていくのかっていうイメージが湧いてくれれば、ね、いいかなと思ってます。ただ今日結構難しいことやるからねあの ちょっと集中して聞けるところは聞いてもらえればと思います。まず最初なんですけれども、大きく分けて民法の条文から見ていきますと、ちょっと最初にあれでいこうか、タイトルを見てもらえると、意思表示っていうところで大きく分けて、5つ決められています、1つが93条に書かれている心理留保ってやつですね、93条で心理留保って書かれてるね、それから94条のところで虚偽表示、95条で錯誤。 え96条で詐欺または脅迫という形でえ全部で5個意思表示がまあちょっとおかしくなっちゃった累計が定められていますで今日はそれ1個1個やっていくのであの一緒にちょっと考えながらいきましょうでまず最初なんですけれども93条えちょょっと見ていきましょうかねうんえ93条は心理留保と呼ばれるものですでまずちょっと条文ちょっと見てみましょう、え。ー ちょっと条文の、ねえー、と法律の条文の方を見てもらえると93条はこういうことが書いてありますね、うん、あの意思表示は、支、え、援、ー、者がその真意ではないことを知ったときであってもそのために効力を妨げられないと、えー、書いてあります結構難しいこと書いてあるんだけれども、えー、実はすごくシンプルです心理留保って言葉ねあの聞き慣れないかもしれないけどこの理っていう言葉は基本的には表裏の裏って意味です、うん、だから心理留保ってどういう意味かというと留保ってわかるね留保ってとどめるってことだ うん、だから心理療法ってどういうことかというと心の裏に留めているという意味です、うん、じゃあこれ何なのかというと本当のことを要するに隠している状態が心理療法と呼ばれるものですだから具体的なイメージとしては例えば、ね、私がなんかパソコンか何か持ってて、うんえー、誰かにパソコン売りたいなと思って、うん、じゃあパソコン売るよと、うん、100円でいいよっていう売る気全くないと、うん、本当は売る気も全くないんだけど俺100円で売りますっていうふうにこれが心理療法です うん、だから例えば実際、まあ、何でもいいよねあの売り買いじゃなくて、まあ、例えばこのプを実はちょ,ちょっと前につ,つ,ついさっき買ったんだけど <laughs> このプをもう古いからあげるよってねあ、えー、げる気もないのにってこれが心理療法です。うん、で実際これっていうのは実際本心と言ってること違うでしょ。 と、うん、いうことはこれってやっぱり問題になるわけで、6法というか条文ではどういうふうに定められているかというと、えー、これも押さえておいてくださいその効力を妨げられないって書いてあるね、うんえー、つまりどういうことかというと効力が妨げられないということは有効になるということですで,でそれがまず原則ですね。でただし 相手方がその意思表示を真意ではないことを知りまたは知ることができたときはその意思表示は無効とするとうんで前回やったけど本文と正し書きって言葉を覚えてる本文が原則だよねうん本文が原則になっていてでだし書きってなその例外を述べたものだからえこれでいうとですねちょっと見いきますねえどういう状態かというと,ちょっとまずいくとね93条で見づらいかな ちょっと大きくしますね93条のまあ心理留保で今日まず最初きちっと押さえてほしいのは心理留保ってどういうものかってこと、ね、うこ、ん、ね要するに本心じゃなくてまあ嘘っぱち言っている状態でこの時どうなるかというと原則は効力妨げないか有効です。 だから、例えば相手の人に対して、例えば私がね、皆さんにあのパソコン100円で売りますと、本当は嘘だけど言っちゃったら、それは原則有効です。なので皆さんは100円で売れって請求することができると、それが原則です。ただ、正だし書きっていう前回やったけれども、これが原則なんだけど、正しを見ると、相手方がその意思表示を真意ではないことを知り、知ることができたとき、つまり例外があるんだな。じゃあ、例外はどういう状態かっていうと、 例外は相手方がうんこれはあのでセブンサミットにも書いてあるけども例外はこれですよね相手方がじゃ本当のことを知って知ることができたときつまりもう具体的なイメージも簡単なのよ私がねパソコン100円で売りますって言ってみんなに言ってで言われた方が 真意を知ってるって要するに俺が嘘ついてるってことですああこいつ嘘ついとるがなっていうことを知ってる時には100円で売ってください買ってくださいっていうのを両方嘘だって分かってるわけでしょうんであったらそれ有効にする必要ないよねうんつまりこの場合には無効になりますと。 実はそれだけのことですなのであの法律上難しいこと書いてあるようだけれども実はこれはシンプルであの、まあ、意思表示っってて結局誰を保護すするかって話なんです、うん、例えば心理療法した時に困る人誰かって考えればいいわけね、うん、困るのって要するに嘘のことを言われた相手なわけです、うん、ということは相手のことを保護するためにはその嘘のことを言ったことを信じた人を保護するためにはその意思表示は有効にしなければならないということですよねよ だけどそれ,それはあくまでも相手がいるから有効なわけでしょじゃあ相手がもし仮にそれが嘘だって分かってるんだったらそれ保護する必要ないよね、うん、であれば原則通り無効にしましょうと。 というのがこの93条の、まあえー、規定になるわけです。うん、で今日はあので実際、セブンサミット109ページ見てもらえれば一応書いてあるんですが初めにというところに書いてあると意義としては心理留保定義しっかり押さえておいてくださいね表、えー、依者が真意でないことを知りながらする意思表示のことを言います109ページの意義のところですね、うん、でちょっと飛ばしていきますで次のところです、ね、110ページ見てください、えー、大切なところだけやっていきますねで原則としては有効ね。 うん、110ページのところでテキスト110ページで原則が有効です、うん、ただ例外があるわけね例外が相手方がでここで悪意って言葉出てきたんだけれどもこれから先法律用語で出てきますので今日頭に入れといてください悪意って言葉が出てきたらこれはいいか悪いかって話じゃありません法律用語だとね、うん、なんか善意悪意っていうとねあのモラル的なイメージ考えるかもしれないけれども法律の世界では善意って言ったら知らないこと悪意って言ったら知ってることを指すんだ うん、なので、まあ、例外のところに書いてあるけれども、えー、相手方が行為の当時悪意または有過失の時は無効です、うん、これどういうことかわかるねあの要するに法律に書いてあったけど相手のが、ね、真意を知っている時つまりこれ悪意ですね悪意の時で知ることができた時っていうのは要するに知れたのに知らなかったってことはこの人過失つまりうっかりがありますよね、うん、そういう場合には相手を保護する必要はないので、えー、無効になるというのが原則になるということね うん、で基本的にまずは最初こういうふうに法律の構造って要件と効果になっているってことをしっかり理解してください93条を1個見ると分かる通り何があったらどうなるっていうのが必ず法律書かれていますだから、えー、さっきの93条を見てもらえると93条は前半部分だね、表依者がその真意ではないことを知ってしたときここまでが要件だろうね、うん、つまり、表依者っていうのは喋ってるやつだうん。喋ってるやつが本当のことを隠して何かを喋った。 で効果というのはその後ね、そのためにその効力を妨げられないつまり有効になりますと、うん、いうふうに要件効果ででてきているとで93条は実は結構シンプルなのでちょっと流しちゃいますがじゃあそれを踏まえて次の94条を見ようか、うん、で94条では虚偽表示というのが定められています。うんえー え94条民法94条の1項でこういうこと書かれてます。で実は今日やる中でで一番重要なのこれです虚偽表示、うん、あの日常生活の中でものすごく出てくるし応用範囲がすごい広いやつですえ。具体的には何て書いてあるかというと相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効とするとえ書いてある。うん、でパッと見てイメージ湧きにくいかもしれないけどこれ要件と効果に分けてみようか、うん、そうするとねどういうふうになっているかというとまず相手方と通じてしたって書いてあるでしょ。うん つまり相手方と通じてしたということは誰かと誰かが通報しましたで虚偽のということは何か嘘のことをしましたで意思表示がありますこれが94条の前半で書かれていること、うん、でイメージとしては、ね、さっきの心理療法とは違って、まあ、当然2人必要になるわけだけれども誰かと誰か2人いるわけですでこの2人が通報するわけね。 通貌って分かるな示し合わわせるわけです誰かと誰かが示し合わせて嘘の意思表示をすると、うん、イメージとしてはシンプルなやつでいうと A さんと B さん買うつもりも売るつもりもないのにお互いに買ったことにしよう売ったことにしようというふうに示し合わせているのが通貌虚偽表示になりますよねで普通なさそうに見えるでしょうこの通貌虚偽表示ってだけど実際土地なんかでよくあるんですようん なんでかというと土地って税金かかったり相続の時に税金かかったりね贈与するだけで税金かかったりするので税金対策のために名義だけ移すなんてことよくあるんですでまさにそれってお互い本当は譲る気がないのにとりあえず譲ったことにしちゃおうっていうふうにお互いに示し合わせてまあ虚偽の表示をすることがあるわけ、ね、でこれが通報虚偽表示っていいますじゃあこれってじゃあ有効にすべきか無効にすべきかって これ上部にも書いてあるけど「無効」って書いてあるけれども理由はシンプルだよね A さんと B さんがいるんだからこいつらがお互いその気ないんだから有効にする必要ないでしょ。うん、ということはこれは原則として「無効」になりますというのがこの「94条2項」の考え方です。うん、いいね うん、なのであの、テキストの方ちょっと戻りながらいくけれども、111ページのところに虚偽表示っていうのも初めにって書いてありますけれども、まず虚偽表示ってさっきも言いましたが、1の意義、これはしっかりあの押さえてるね、相手方と通報してする真意ではない意思表示です、えー。で、効果だけ言っちゃうと、その下にあるけど、それはもう無効ですと、うんで、もう考えればわかるっていうふうに理解してもらえればいいです。考えればわかるな、それはね。うん じゃあこれが94条の1項に書かれています大丈夫かなここまでうん。じゃあちょっと条文中心で見ていくけれども条文の2項を見てくださいうん。2って書いているのが2項になるわけですねじゃあ2項なんて書いてありますか前項の規定による位置表示の無効つまりさっき言ったこれですよね 94条1項の通報拒否表示は無効ですとうう決められているただ、この通報拒否表示は無効なんだけどもこれは善意の第三者に対抗することができないって言葉があります。もういかにも法律用語ね、うん、で今日はもう入門段階なのでもうそういうのを一個一個紐解いていきますね、うん、ちょっと難しい言葉があるけども94条の2項でキーワードになるのが3つあったね善意の第三者に できないっていうふうふに書かれてます、うんでえー、さっきもちょっと言ったけれども善意って言葉はさっきも言った通り善悪ではないってことねいい悪いっていう話ではなくて知ってるか知らないかっていう意味ですなのでこの善意っていうのはどういうことかっていうと,知らないと,いうことですね、うん、つまり虚偽表示が行われてることを知らない第三者が出てきた場合のことが2個で書かれてるとつまり第三者ってことは A さんと B さんで何かね虚偽表示して 例えば例を出すとね A と B で売る気がないのに土地売ったことにして B さんに土地の登記移しちゃったみたいな、うん、本来無効ですよこんなのね無効なんだけど全員の第三者出てきました、うん、つまり C さんが、えー、この虚偽なことを知らないということが起こった場合どうするか、えー、法律ではこんなこと書いてある、うん、対抗することができないって書いてありますでこの対抗することができないってどういうことなのかというとですね なんか対抗というと戦うみたいなイメージになるけれどもこれも法律用語なので絶対に今日理解して帰りましょう対抗できないというのは一言で言います権利を主張できないという意味つまり自分の権利を相手に主張したり自分の法律効果を相手に主張することができなくなることを対抗できないと言いますつまりこの例文,の例文で見るともともとは無効なんでしょ 無効なんだけど第三者に対抗できないっていうのは読み換えれば第三者に無効を主張できないっていうことだねつまりどういうことかわかる第三者に無効を主張できないということはちょっとプレゼンター戻るけれどもこの人に対抗できないんでしょということはどうなるかというと本来は AB 間の取引は無効なんだけれどもそれを対抗できなくなる結果どうなるかというと有効として扱われるんだということだね。こ、うん、これれが94条日項で書かれていること うん OK、じゃあ戻りますね <laughs>、うん。で、実はこれ、すごく大切な話なので、ちょっと抑えると、じゃあこの94条2項、今日ここはちょっとしっかり聞いてほしいんだけれども、なんでこういう規定が求められたかってことですね、うん。本来であれば無効なんだけれども、善意の第三者が出てきたら対抗できない、うん、これは理由はシンプルでね、うん、この C を保護する必要があるんだよね。 うん、つまり AB の間での虚偽表示ってあくまでもこれは当事者同士嘘を言ってんだから知ったこっちゃないでしょっていう効でいいでしょって話なんだけれども C が出てきた場合この C を保護する必要があるなぜかというと B が土地持ってるって思ってるのを信じて例えばこれ仮に土地を買っちゃったとするじゃないそしたら土地手に入らなければ C としては取引できないでしょうんなのでそういうふうな C を保護する必要があるっていうことで94条2項が定められているでこの94条2項が定められている C を保護する94条2項ってすごく大切な言葉で一般にこれをうんちょっと書くこと多くなってテキスト使うからねそろそろあの権利外観王りって言われてますうんでこれはどういうことかというとなぜ C を保護しなきゃいけないかっていうと大きく分けると3つの理由があるのなぜかというとまず最初さそもそも虚偽の外観があるでしょ つまり B が陶器を持っているかのような嘘の外観があるでまあ実際これを C は信用したんだけれどもこの A さんは自分で通報しているわけでしょつまり A は自ら悪いことをしているわけです、まあ、モラル的にね、うん、要するに真実ではないことをしているわけだから A には奇跡性って言いますありますよねでそれに対して C は何も考えずに その外観への信頼をしたわけでしょ。うん。じゃあこの状態の中で A と C どっちを守るかっていうことだよね。うん。あの法律の勉強一回目の講義なので、えー、ちょっと話を触れていくと、基本的にはどう有効になるか無効になるかっていうのはどっちを重視するかだね。うん。例えばこれで言えば無効っていうのはどういうことかというと A さんに土地を戻すことになるよね。無効ならばね、嘘なわけだから。じゃあ無効ならば A を保護することになる。 有効だったらどうなるかというと有効であれば、えー、権利は C に移転することになるよねつまりこの権利を無効とするか有効とするかっていうのは A を保護すべきか C を保護すべきかっていう話になるわけじゃあこの事案ね94条2項の事案を見たときにどう思うかっていうと A 自体は虚偽の外観を使ったことに対して奇跡性があると、うん、まあはっきり言ってそれに対して C はっていったらまあ落ち度はないよねうん 要するるに B が土地を持っってててのたただ信じて入ってきたとであるならばどうなるかというと A と C であったら C に入っているのが保護の必要性が高い、うん、で保護の必要性が高いわけだから C を保護しましょうという考え方だね、うん、これが一般的に権利外観法理と呼ばれるものです、うん、でなぜ今この話をしているかというと「権利外観法理ね」ねちょっと条文 開いてもらうんだけど民法に限らずいろんな民事法の中でこの権利外観法律っていろんなところで使われます。なので、今日これはちょっと理解していて、ね、94条2項というのがどういうものなのかということね。うん、はい大丈夫かな、うん、で じゃあちょっとそこから少しあのテキストを使いながらポイントになるところをちょっと押さえていきましょうかじゃあ111ページ見てください、えー、少しあの話吹っ飛んでいきますが、えー、まずいいねき通ぼう虚偽表示のルールとしては原則無効です原則無効です111ページの効果で例外としては善意の第三者が現れた場合対抗することができないじゃあ対抗できないってどういうことかっていうと無効主張ができないということねその結果有効として扱われるというのが原則になりますじゃあ えー、確認します全員って何だったかというと全員は知らないことね、うん、知らないということを全員言っています、じゃあ第三者ってどういう人か、これ、ちょっと次のページ開いてください、うんあのね、これ、実は択一式なんかでよく出るんですが、第三者っていうと、当事者以外の人全員のように見えるでしょ、うん、だけど、さすがにそうもいかないじゃん。 うん、第三者って言うけれども例えば A と B と虚偽表示があってで C を守るわけですでこの第三者に対抗することができないってことはこの第三者って全ての人ではないわけね簡単に言うと保護するだけの必要性がある人じゃなきゃいけないわけです、うん、例えば A さんの例えばね、まあ、難しいところだけど A さんの代理人とか A さんの会社の社長だったら別に保護する必要なくなるでしょつまりあくまでも C さんっていうのは保護に値しなきゃいけない うん、ということはその第三者ってのも実は法律の中では縛りがかかってますでこれはちょっと第三者の意義ってところを見てほしいんですけれどもえ、基本的にはこのワードを覚えておいてくださいあの一応、この第三者とはってところを軽く読みますけれども全部丸暗記しなくてもいいけれどもね抑えておきたいところに言っておきますあの虚偽表示の当事者及び包括証券以外のものであっの,次ですあの虚偽表示に基づいてからのところですね、うん、虚偽表示に基づいて新たに その当事者から独立した利益を有する法律関係に入ったために虚偽表示の有効無効につき法律上の利害関係を有するに至ったものという部分です。でこれが2年生あ2年生じゃないあの学習2年目3年目になって司法試験になったらこのワードばらっと言えなきゃだめです、うん。だけど今の段階ではその下に書いてある3つの要素を押さえてて、ね、新たな独立した法律上の利害関係者です。つまりかん簡単に言えばね AB 間の取引を、まあ、適当に考えると、ね、AB 間の取引を信じなきゃいけないでしょ。ということは、この中に新たに入ってこなきゃだめじゃん。ずっと関わってたら別に保護する必要ないでしょ。新たに入ってこなきゃいけないし AB と独立してなければいけないでしょで。もっと言うと保護しなきゃいけないって言うけどそれってかわいそうだねとかね、うん、いわゆる感情的な事実的な保護じゃないでしょ。この結果、例えばこの人は所有権を得られるかどうかじゃない。 うん、つまりあくまでも民法って人と人との権利関係を決めるから法律上の利害関係がなければ意味はないよねなので、うん、第三者と言われた場合には基本的にはこの3つの要件を満たさなきゃいけないと言われていますなのであの復習するときには新たな独立の法律上の利害関係という言葉はしっかり頭の中に入れておいてください、うん、ただ入門段階ではね、うん、これ択一ではどういうふうに出るかというとえ第三者に当たらないものを選んでいくような例は結構あります ただ、今の段階ではそんなに深く考えなくていいです大体の場合は当たりますからただ少なくともそういう縛りがあるってことは押さえておいてで典型的なものっていうのが具体例としてあるんだけれどもこの1つ目はさっき言ったやつあの要するに A さんと B さんが土地売って C さんに転売しちゃったって場合 C さんは土地手に入れるでしょ、うん、つまり所有権を得る関係にあるでこれはもうまさに典型的な第三者であともう1つ2ってわかるかな あの虚偽表示による譲り受け人からの定当権設定を受けた定当権者というちょっと難しい言葉書いてあるんだけれども、えー、とこれはもう書かなくてもいいのでちょっと落書きっぽくメモしますけど例えばですねこういう状態考えればいいのよ、うん、ちょっとあの同じようなこと書くから要は例えば A さんと B さんがいて要するにここで通報虚偽表示をするとで通報虚偽表示して本当は A さんの土地なんだけどう、まあ、嘘ついて、まあ、B さんのものだというふうに虚偽表示すると。 で向これ、無効だよね、1個で。で、これ、例えばさっき言ったけど、C さんに売っちゃえば、これは C さんは、新たな独立した法律上の利害関係を持つから、第三者として有効になるわけ。これはいいよね。で、実はこの他にもう1個重要なパターンがあって、例えば C さんじゃないけど、C という銀行がいたとするわけだよ。うん。で、銀行って、何するかってお金貸すわけです。うん、で、お金貸きってどうするか例えば C さんが仮に C 銀行が仮に B という人をお金貸してるとするよね。 でお金貸す時銀行ってただじゃ貸さないんですよどうするかっていうと担保取るんです、うん、例えば連帯保証人っていう人であることもあるしあとは自宅とか土地持ってるんだったら土地に定当権で付けるんですで借金返せなかったらその定当権使って土地売っ払って返済させるとじゃあ例えば C がねこれ例えば B さんがお金貸してくれって銀行に行ったときにあの調べてみたら B の名義の登記があると虚偽表示だけどねじゃあ C がよしよしししめしめとじゃあ お金貸すけれどもここに定答権つけようと、うん、定答権つけようという形で B の,この虚偽登記に定答権つけましたと、うん、この場合も典型的な93、42項の第三者ってことだろうな、うん、要はもう新たにしかも A、B と関係なく独立でしょあとはこれ定答権ってまさに法律上の利害関係でしょ。 うん、つまり今の段階で知っておくといいかなというのはよく、ね、事例で出てくるのはまあ所有権と定等権とです、うん、この2つについては新たな法律上の独立した利害関係という形で使われること、うん、で今日ちょっと図解しておくとねよくあるこの図はあの本当に気楽にないんだけどこういうふうに ABC っていう形で次々譲渡されるのを、うんまあ、これはもう。 言言葉だけ知ってみて譲います、うん、でこの点々譲渡が行われた場合というのは基本的に94条2項のえ典型的な使われるパターン、えー、今回の一のパターンになります。うん、であとは、ね、このあとすぐ出てくる話なんですがこれと対応するものがもう1個あるんで、ね、これが点々譲渡ですね、うん、ABC というふうに移る場合であとは、ね、不動産の譲渡の場合もう1個あるのが A さんがいて これ図で覚えちゃうといいです。このパターンですね。うん。あの B. と C. 両方に土地2つ売っちゃうと。それぞれに。うん。本当はできないですよ。所有権って1個しかないから。うん。できないけれども。A. さんが B. さん、二さん、両方に、まあ、二重に売ってしまうと。これは二重譲渡って言われます。うん。二重譲渡って言われます。うん。で、詳しくは物件。 のところね、民法の第5回、第6回のところでやるけれども、これはさ、あの全体構造を受けた人は全体構造で話したよね、こういうふうに二重譲渡になったときっていうふうにはどういうふうに処理するかというと、これはあの決まってるんですね、えー、民法177条で、これはもう、うん、登記の前後で決するって決まってますね、うん、つまり、A が、C、B と C に両方とも打っちゃいましたと。 不動,産ね、不動産を売っちゃったときにはどう,するど,うするどういう状態になるかというと B と C で先に登記を備え,備えた方が確定的に所有権を取得するというふうに言われていましたね対抗要件と言われるやつです。うんでまあ、似てるけれども今日この事案たくさん出てくるので点々譲渡と二重譲渡、ね、よく押さえておいてくださいだいたい点々譲渡の場合には94条2項の問題になることが極めて多くて二重譲渡の場合には177条の問題。 登記を取った方が勝ちという問題になるということで、ここまで大丈夫かな、うん、じゃあ、さじゃあ少し、えー、とこの94条2項、ね、原則は分かったと思うので、少し今日、ここから先いろんな話をしていきますので、えー、テキスト114ページ、えー、見てください、えー、114ページで今日いくつか、ね、あの変わったケースというのがあるのでその場合どうするかというのを少し、えー、やっていきます。この辺からは結構難しい論点多くなるで でテキストでこれ事例問題集で配ってますよね。うん、で少し面倒くさいなっていうときには大体問題になりそうなものは事例問題でもまとめてますのでこれ使って簡単に説明していきます。うん、で早速ですけどこの事例問題集の一番最初の一致てやつ見てください、えー、よく94条2項で問題になりそうなケースたくさん並べてみました、うんえー。事例問題集っていうなんか どどれれもも同じように見えるるけれども <laughs>、うん、事例がたくさん書いてるやつこれの1見てくださいえ、こういう場合どうしましょうか、はい、A 所有の土地につき A 所有の土地につき1ね、1ね、A から B へ仮想譲渡がなされましたで仮想譲る役人 B から C へ C から D へと点々譲渡がなされていますで、じゃあ図としてはこれ書かなくていいかねあの、このものについてはおそらく解説編ってありますよね、解説編の塀であの図書いてあるから。 あの見たい人はそこら辺のところ後で見てくれると多分書くのも楽だと思うんで、まあ、状況だけ確認するとこうだよね A から B へ仮想譲渡がなされます94条1項で無効です、うん、仮想譲渡がなされましたでこのあと仮想譲り受け人 B から C に行きますで C から D へと点々譲渡しますうんいいねここまでねでこの時どういう状態かと譲り受け人 C は善意なんですうんじゃあ転得者は悪意でしたと うん、悪意でしたと、うん、えー、こういう場合ですね、うん、でちなみにせっかくだからこれ2番も見てもらっていいこういう場合ちょっと見ていい、えー、2番 AB 間の虚偽表示によって B 所有であるかの外観を有していますつままりここででは同じだね AB 間で 通房共有表示がなされています。で、B 所有であるかの外観があります。で、かつ登記名義も B になっているような土地があります、まあ。まさに94条1項になるような土地だね。で、今度は B から、えーと、善意の C に転売されました。うん、善,意した善意の C に転売されました。で、ところが、真の所有者である A が土地を D に譲渡していたと。うん なんかどういうことをやるかというのは今日のなんか1、2、3やってみるけれどもそれぞれ解決していくのでなんかイメージは湧きます、どういう状態かね1番は次々譲渡してた場合2番はここで通報虚偽表示をやっていて B が C に売っちゃいましただけど A はこの人って C の所有者でしょ D に売っちゃいましたついでにこう3番 <laughs>、えーはい、AB 間の虚偽表示があります、はい、AB 間の虚偽表示があって B 所有であるかのような外観を言うしかつ、登記名義を B になってるつまり、これも同じような感じかな ?AB かで、これね、今日はみんななかなか書く時間ないかもしれないけれども、復習するときにこういう図鑑練習するといいかもしれない。うん、あのなんか、ぽんぽんぽん書いていくとあの、結構こういう事案の解釈力って高まっていくからね。まずこんな状態だよね、3番はね。B 所有であるかの土地で、かつ登記名義を B になってます。でそしたたら何やったかというと B が C と D に20乗としました。はい,こう,いう状態です、うん。さあそれぞれについてどういうふうに処理していくんでしょうかというのが一応問題になっています。うん、でですねよいしょ。 で基本的にここら辺のところはしっかり頭に入れておいてほしいんだけれどもあのテキストで全部、えー、この辺書かれているんだけどねまず基本的なところいきますあの1問目ですね、えー、1問目については何が問題になっているかというと、えー、善意の第三者から悪意の第三者に転覆されているわけです、うん、でこの人に要するにこの D は虚偽表示知ってるわけですよね、うん、虚偽表示知ってるわけだからじゃあ えー、この AB 間の虚偽表示を知っている D に所有権移転していいんですかっていうのがこの問題点になるわけね。うん、ただこれはもう判例もあって判例もあるしあの条文もあるんだけれども基本的な考え方だけしっかり押さえてほしいのは AB 間でまず通房虚偽表示がなされるよねで第三者 C が現れるよねでこの人全員なんでしょということはどうなる ?94 条2項によって確定的に所有権 C へ得るよね。わわかかるね、うん、かるね うん、つまりここまでの C の段階でもう確定的に所有権を得ることになるじゃない。ということは C の後に悪意の D が出てきても結局確定的な所有権を持っている人から売買受けているわけでしょということは D も有効に所有権を取得するというのが判例の考え方です、うん、あのこれよく択一で間違える人がいるのであのしっかり押さえてほしいんだけどなんとなく D がねあのこれ見るとちょっとあれでしょ 悪意の D が所有権を取得するっていうことがすごく気持ち悪いじゃない <laughs>、うん、気持ち悪いんだけれども判例はまずね、えー、A、b A C の段階で確定的に所有権を取得してるんだから、まあ、悪意の D であってもこのあと所有権を得ることができるというふうに言っていますでこれ一般に絶対的公正っていうふうに言われてます、うん、でこれ何でかなっていう理由は一応あるのよ。うん あの一番シンプルなのはあのテキストのところにも書いてあるんだけれどもねあの理由としては法律関係をまず確定させなきゃいけないという要請があるわけですよね。うんえー、考えてみたら、うん いいつままででってもこれ決まらないでしょ。悪意が出てきたら無効だってなっちゃったらこのあと々譲渡が10回、20回バーっと続いた後に悪意がポンと出て無効ですってなっちゃったらいつまでたっても所有権決まらないので確定的所有者が現れた段階で法律関係を確定させましょうとしないと不都合だっていうことが一般的に理由として挙げられている、うん、であと、ね、もう一つ、ね、決定的な理由も実はあってね、うん。これ、悪意の D が所有権を得られないとどうなると思う D が C に責任追及するる可能性あ,るの、うん、あのどういう責任追及があるかっていうのはちょっと難しい話になっちゃうから別だけどイメージするとわかるとかでしょだって誰かからさ土地を買うって言ってお金払って買ってで実はこれで D が悪意で売買できませんでした所有権得られませんでしたって言ったら多分 D は C に責任追及する可能性ある、うん、つまり何も知らなかった C にあのいわゆる不利益が生じる可能性って実は残っちゃう。 なのでそういうバランス感覚を考えていくと、まあ、1回 C の段階であの所有権を確定させましょうという,ふうな絶対的構成というのが一般的に取られています。これれはあの必ず頭に入ということですね。<laughs> うん、ただこれ、ね、あの問題は1個あってあのこれもちょっと、ね、知っておくといいけれどもこの絶対的構成って実はすごい批判があってね、うん、なぜかというとこれさ D は悪意でしょ。 うん、あの実際あのみんながねてあの判例どうですかとかって言われたらそうだけどこれに1個批判があってこれ D の立場からすると例えば B から直接買おうとしたら多分通報虚偽表示で悪意だから対抗無効になっちゃうでしょだけど例えば全く知らない人間に挟んじゃばいいんだよね分かる、うん、自分は虚偽表示知ってるから、うん、入ってったら 多分全員の第三者じゃないけれども例えばその辺からちょい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 って誰か連れてきてちょっと買ってきてくれないって言って入れちゃって全員の第三者入れちゃったら絶対的構成で得られるという不都合があるっていうのはすごい批判されてます、うん、ただ今回入門講座なので、うん、判例がどう思ってるかねえそっちの方をしっかり大切にしてください、うんまあ、絶対的更生というのが取られています、うん、えじゃあそれからじゃこれどうでしょうついでにじゃあこの場合2番うん 善意の C がいますとはいさてこの場合どうなるかというとですねこれ C と D との関係でしょなんか94条2項のように見えるけれども実はこれっていいかいあの理屈一個1個いくよ AB 間は通貌虚偽表示で無効ですよね無効ですよねで じゃあ善意の第三者だから対抗することができないから A はその無効う主張できない結果どうなるかっていうと所有権が要するにあれだよねあ失礼しました <laughs> 要するにこの B に所有権があることが無効だって主張できなくなるから結果的に A から C へと所有権が移転することになるよねこれはいいね。 要するにこれが善意の第三者ならば無効主張できないから C は有効に権利取得することができるじゃあそれに対して D はどうだろう D は通報虚偽表示と全く関係なく A って一応権利者だよねうん A は権利者でしょ権利者から買い受けてるよねということは C と D との関係ってどういう関係になるかっていうとこれ実は94条2項の関係じゃないんだよね CD 間の関係でいうと A を起点とすれば A を起点とすればこれ C と D20 ドットンと同じな関係になると。 とということはどういう状態になるかというと CD 間では対抗関係になるから結果的にどうなるかというと条でで勝ちですうんこれね実は覚えるより考えた方が早いかもしれないこのベクトルがポイント要するにポンポンポンってベクトルなのかそれとも枝分かれのベクトルなのかとうんただこの2の図を見たときに C と D は A から見たら20ちょっとでしょっていう考えればいいじゃあ3見てみ えー、と A がいて B がいてで、まあ、B に虚偽表示登記がありますで、B、多分相当悪いやつです、あの <laughs> うん、俺のところに登記やるぜっつって、よし、打ちまえっ,つってって人2人に打っちゃったみたいな、ね、ろくでもないやつですね。<laughs> で、こいつがいるわけです、でこいつはね、じゃあ C と D ってどういう関係かっていうと、まあ、なんとなく予想はつくと思うんだけど、まずそもそもどちらも全員の第三者だよね。 うん、どちらも善意の第三者だから A, A に対してまず無効を A は主張できないよねこれは大前提いいよね、うん、これ善意の第三者なんで少なくとも AB 間の虚偽表示が無効である、うん、つまりこの登記が嘘だっていうことは A は主張できないので結果的に C か D のどっちかが権利取るよねじゃあどうなるかっていった場合今度は B から見るわけですよね B から見た時に B を起点とした対抗関係になってるでしょ とということはどうなるかというと177条でやっぱり同じで先に登記との間は勝ちということです。でセブンサミットとかだとねすごいごちゃ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 書いてます。<laughs> うん、あのご,ちごちゃ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 書いてるんだけれどもあの結構この辺ポイントはね事例を見た時にどんな感じなのかって具体的にイメージを沸かしちゃうと早い。 うん、あ,のあくまでその場で事例を見たときにどういうふうになってるかっていうのを見て減点譲渡なのか二重譲渡なのかって考えていけばあのこの辺の難しいところっていうのはあの処理できると思いますあのさっきの事例問題集の1から3のところで一応あの図解されてますのでえ見ておいていただければと思います、うんはい、でで一応ねこの177条になるのか94条になるのかって実際何が違うのかっていうのだけはちゃんと押さえてほしいのは 陶器がいいいるかからないかね、うん、つまり94条2項はこれどういうことかというと当期いらないんですよね。わかるこれ書かなくていいからね。A がいて B がいて善意の第三者に対抗することができないっていうやつでまあこんな感じですよね。で A からしてみれば例えばねあの C は善意の第三者で当期まあ普通に有効だってことになれば所有権取るよね。 でこの A と C との関係って対抗関係じゃないよね、うん、要するにこれって ABC っていうふうに、まあ、こういう感じですよね、まあ、実際にはここは向こうになっている,いるわけだけれども基本的には対抗関係ないでしょ、うん、対抗関係にないから C は陶器備えなくても主張できるからね、うん、あのと土地の場合ポイントになるので陶器を持つか持たないかってすごい重要なわけよ うん、で特になんかあの司法書士の資格を持っていたりとかもしくは何かで登記の、ねえー、話をしていると分かるけど登記ってすごい面倒くさいの。 だから陶器を備える必要があるかないかって実はね実務上すごく大切でなのであのその時頭の中でこれ何がポイントなのかって陶器がいるかいらないかっていうところは結構重要になりますで九十四条二項の場合は陶器いらないってことはこれは忘れずに押さえておいてくださいあのテキストの方でちょっと見ていくとですね百十五ページのところで百十五ページからちょっとね見ていきますテキストはねまず行くか 114ページの3番、第三者からの転得者の、今、2っていうやつですね、やりましたね。えー、2の絶対的構成大丈夫かな、えー、こういう場合には絶対的構成で、えー、1回善意が挟めば確定的に所有権動きますという話。えー、それから115ページですね、115ページ、善意の意義ですが、えー、これはさっきも言った知らないことね、うん、知らないってことを善意って言います、うん。それから、あとね、これ5番のところもちょっと印つけといてください。 普通、セットでよく聞かれるのが善意っていうと知らないことでしょで善意無過失ってよく言いますよね、うん、要するに知らないっていうこととあと無過失っていうのは要するに過失がなかったこと、うん、で実際にじゃあこれ無過失までいるかっていうのも問題になるんですよ、うん、でこれね結論いろいろ書いてあるんだけどこの今日、後半でやるからね結構大切な話なんだけど基本的にまず結論を覚えておいて善意無過失までいりません善意だけ。 理由いろいろ書いてあるけれども理由も入門講座であればこれで十分というのがあります上文に書いてないでしょうん善意の第三者なんだから知らなきゃいいんでしょ、うん、でこれ無過失っていうのはどういうことになるかというとハードルが上がりますちょっとイメージ沸かしてください例えば知らなかったっていうのはそれだけでいいんでしょで無過失がつくとどうなるかというと知らなくてかつ過失がないってことは調べたら分かるような場合はだめなわけ分かる ちょっと調べれば分かるのに何も知りませんでしたっていう,ねあのいう状態だったらそれは善意だけど過失があるからだめてなるつまり無過失ってついた場合ハードルが上がるっいうのはちょっと知っておいてくださいうんだから今日の,ねあのさっきの話になるけれども93条の1項さっきの心理療法を見てもらっていいかなだから心理療法の場合っていうのはうんこれはあれでしょあのだし書きのところを見ると心理療法って原則有効なんだけれども無効になるときがあった。 でこの時は、書いてあるよね、相手方がその意思表示の真意ではないことを知ってたと、ああ、こいつ嘘ついとるかなって知ってる、または知ることができたときっていうのは、これね、まさに善意無過失まで要求してるでしょ、うん、で、で民法が改正されて、このね、善意無過失か善意だけで済むかっていうのは、この民法改正でほとんど整理されてます、なので、条文に書いてなければあの考えなくていいですからね。 うんあのー、基本的には善意のみということになります、でこれなぜかというのは今日後半でやるので、まず善意だけで済むということは今、頭の中に入れといてね。大丈夫ね、うん、はいということです、でさらに、えー、テキストで言うと結論から踏まえますけど、116ページのところで、陶器の用品ってありましたけれども、えー、結論だけ分かればいいよ、陶器い,い,、ね、いらないからね、なぜかというと、全主公子だから、対抗関係じゃない、陶器いらないからね。 でさらに117ページ対抗することができないってどういうことですかすごいごちゃごちゃ書いてるけれども今日話したよね要するに自分の権利を主張することができなくなるってことね、うんえー、権利であったりとか法律効果を主張できなくなるっていうのが対抗できないということですなので実は法律勉強するとねこの94条1項2項って見た時の2項って実はねすごくいろんなこと書かれてるんだよね 要は94条2項って善意の第三者に対抗することができないというふうに法律に書いてあるけれどもこれはきちっと勉強した人はどういうふうに読むか善意のというのは虚偽表示のことを知らない第三者というのは新たに独立した法律上の利害関係を持った人に対抗できないというのは無効を主張することができないというふうに読まれるわけねでこれを法律ではこういうふうに善意の第三者に対抗できないって書いてあるから難しいわけ。 だ法律の勉強というのはこの書かれたことをきちっと解釈をして具体的な事案に当て込んでいくという、ね、あの意外とこの、ね、94条2項というのは、ね、あの法律の解釈をする上ではすごく大切でなんでそういう解釈になるかといその法律の趣旨が権利外観法理にあるからだよねと、うん、いうふうに考えていくわけです。でちなみにポーンと次のページを見るとさっき言った話ですね118ページと119ページのところで2つ図が書いてありますけれどもさっき言ったやつね あの二重譲渡になってくるのと絡んでくることが多くなるので後で復習するときにはこれね問題の所在の図を見てねえこう二重譲渡になるケースとえー対抗関係になるケースっていうのが組み合わさることがあるのでえそこのところはちゃんと理解しておいてもらえればといいう,うに思います、はい、でここまで、まず大丈夫かなで94条2項が実は問題になるのはここまでです。 ただ、今日やりたいのがです、ね、ただ94条2項というのは通報虚偽表示なんですが日常の問題ですね法律問題もしくはもっと言うと司法試験もっと言うと学部試験とかロースクールの試験も含めてものすごい適用範囲が広いんですなぜ適用範囲が広いかというとこの94条2項というのは権利外観法律というやつで、ね、あの虚偽の外観を信じた人を守りましょうというやつでしょこれ、いろんな場所で使うんだよ。で実際に 権利外観法理じゃなくて、つまり通報虚偽表示がない場合にも、すごくたくさんの場合、累推適用される、なので、今日はこの累推適用論、1時間目、しっかり理解してほしいので、えー、少しね、あのテキストの方を見ながら行く予定ですが、えー、と120ページのところからが、94条2項の累推適用です。で どこまで続くかという125ページまで続くんですがまずこれについてはあの実際の事例を見てもらった方が早いかもしれないうんえと実際、事例問題集ちょっと開いていただいていいですか事例問題集の4番うんえ,例えばこれを見てちょっと考えてもらっていいどういう状態かというとですねこういうい状態です A は税金対策ですうん自己所有の建物を息子の B 名義で保存登記して放置しておきました。 B が勝手にこれを C に売却してしまいましたという事例があります。うん、でこれ実はねあの他の資格とか法律ちょっとか勉強している人はなんとなくこれって有効無効の判断つくんだけれどもあの予備試験司法試験ではこれをしっかりと論文で書かなきゃいけない、うん、で意外とね難しいのよこれきちっと書こうとするとまずどういう状態か分かる A がまず税金対策で B に これ息子なんだね。息子の B 名義で勝手に登記しちゃったと。いいね、ここまでいいね。勝手に登記しちゃった。そしたらどう、どうですか ?B が、ああ、俺んとこに登記あるわ。もうクソ息子ですね、これね。えー、<laughs> 親父が勝手に登記移してくれてやったぜ、みたいな。じゃあ、売っちまうか、みたいな感じで C に売っちゃいました。うん、この時の法律関係を考えてみようということです。うん、大丈夫かな。で、パッと見てわかると思うけど、これ多分94条2項っぽいよね。 ななんとなく、うん、ただこれ94条2項は使えません直接うんなぜかというと2つハードルがあるんですまず94条2項が使える理由って大前提ねえっ、ー、と通報拒否表示である必要があるよねこれってまず AB 間に通報ないよねこれ実は図見てもらえると勝手にって書いたんべつまり通報ありませんよねでこれあともう一つ気づいた人いるかな いたらすごいもう一つこれ九十四条使えない理由がある。通報してきた虚偽の意思表示は無効であるっていうのが一個でしょ。登記って意思表示じゃないよね。これ気づかない人。登記ってあくまでも書類出したら登記官がやってくれるんです。つまり登記は意思表示じゃないんだ。でね。 これ法律関係書きなさいって言ったときに必ずできなきゃいけないのはまず94条2項っぽいんだけど直接適用できないってことを必ず指摘する必要があるわけで,す、うん、で,で通報がなくて登記が維持表示ではないから94条2項の直接適用はできない。うん ここまでねで、えー、と解説部分を見た方が分かりやすいと思うので解説部分の4番のところを開いていただけると同じようなこと書いていますだけどね、ねこれって C を保護する必要性は高いよね、要保護性高いよね、なんでかって言ったらもう C からしてみれば虚偽虚偽と全く同じような状態で食らっているわけでしょ。ということは、この理由をもって94条2項の結論をひっくり返すわけにはいかないじゃあどうするかというとこれ説得的に答えなきゃいけないわけです。うん じゃあ、えー、テキストのところではなくてこれ,これね入門の解説の4を見てもらえると分かる通りなんですが94条2項というのは権利外観法理なんです、うん、じゃあ権利外観法理って何でしたかっていうと3つの要件あったでしょつまり虚偽の外観がありますそして外観作った人間に奇跡性がありますで信じた第三者は信じて保護をしたんだからその人を保護しなきゃいけないその3つが要件にして94条2項は守ってるんでしょ ということは、この事案でその趣旨が成り立つんだったら直接適用はできなくても全体構造やったね、趣旨が当てはまれば類推適用して同様の結論を導くのが妥当でしょっていうふうに考えるわけ。じゃあ今回、見てください。えっと、類推できるかね。まず、A はこれ、虚偽の外観なのはいいよね。虚偽の外観あるね。うん。で、A、奇跡性あるかね。 奇跡性の塊だよねねこいつ、ね、<laughs> もう勝手にね投級移してんだからこれ悪いよね、うん、じゃあ C は外観信じてよねということは C は保護されるべきですとということは直接適用はできないけれども類推の基礎があるよって類推適用によって C を保護すべきだとで結論としては94条2項と同じように A は C に無効を対抗することができないその結果所有権は C に確定的に移転すると。 いいうふうふに考えていくわけ、ね、であのおそらく、ね、民法の勉強に限らず進んでいくとあのこの話たくさん出てくるんだけどあの論文を書くときは今言った頭の流れをしっかり書けるようにレジュメの4ページのところで書いたんだけど考え方をしっかりこの順番を押さえて、ね、まず本事例では通報がない、登記が意思表示ではないという点で94条2項直接適用はできません。まず最初指摘するできないけど 虚偽の外観あるよね。本人、貴責性あるよね第三者信頼してるよねつまり94条2項の趣旨にビタッとはまると。ということは類推の基礎があるよって類推適用によって C が善意になったら C が所有権を得られればいいんじゃないのっていうふうに考えていくわけでこれが類推適用の考え方、うん、あの順番だけね直接適用できないことを示して類推の基礎があることをきちっと示すこの2つをしっかりやってくださいそれだけで全然変わってくる。 あの書き方分かってくるじゃあさこの累積をいろんな場面で使えますと言ったけれどもじゃあ辞問題集じゃなくて事例問題集でう5番見てください、うん、さあ5番どん,どん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 似たような話やっていきますはい B はこん,なこんな話です A に内緒で A 所有の土地名義を A から B に変更しました状況分かるかなうんまあ軽くこれも適当に書きますなんか B が今度はいるんだねで A に内緒で 今度はなんか B がちょっと悪そうだけど土地名義勝手に移しちゃったと同じような状態ですね、うん、ただ今度は B がやってるねうんで A は土地名義が B に変更されていることに気づいてましたああなんかわしの土地息子の名義になっとるがなみたいな、ねえー、なんか気づいたんでしょうね何かの表紙でね、うん、どうやったら気づくんだかわかんないけど多分登記簿とか見たんだろうねああ息子のだみたいな、ねえー、気づいたんだけど、えー、自分のところに返せと言わなかったと言わなくて長期間放置してました まあい,いか息子だしって思ったら息子は、ね、もう裏切りやがったらいいっつって言っちゃったみたいな、ね、残念みたいな、ね、こんな状態ですえこれがあの 5, 5番の事例ですうんえっ、ー、と大丈夫かなここまでね <laughs> ちなみにこれ判例もあってですねこれね判例の事案だと30年ぐらい放置したのかな確か,、うん、あの息なんか息子が娘が忘れたけれどもやってて30年ぐらいずっと放置して で結果的に売られちゃってふざけんなよみたいな感じの事案だったわけですがこれも結論としてはわかりますよね94条2項の直接あの累積適用できそうでしょなんとなくできるってこと分かるよもうこれさっきと同じです通報ないよね通報ないし当機は維持表示じゃないから直接適用できないよねだけどこれって94条2項の趣旨当てはまるよねっていうことですで理屈としてはこれ A が放置したっていうことが奇跡性になるわけね かるさっきの4番の事例との違いは4番は自分で勝手に移してるからもろ奇跡性なわけだよだけど4番 A についてはこれはどうなるかというと最初移したのは B なんだよね最初移したのは B で最初は奇跡性なかったんだけどうそだって気づいたら普通取り戻すでしょ取り戻さないでずっと放置してるんだからこれって勝手に自分で移したのと同じでしょとだったら A にも奇跡性があるから C を保護する必要があるんじゃないかと考えていくと。 いうこ,とね、これが類推適用と呼ばれるものです。うん、で、実はその次々っていくところなんですが、ちょっと話を、ね、変えていきます。この権利外観法理ここまで大丈夫かな、うんえーと、民法でいろんな話で使いますって言ったんだけど、実は今日意思表示やって、次回は民法で実は結構、相続で一番難しい代理やるんだけどね、改正もめちゃくちゃ多いところ、えー、にはなるんだけれども、実は代理で。 あのすごく重要な権利外観法理が1個あるんです今日ちょっとそれだけ紹介してこの後話を進めます。えっと、民法でいうとね110条を見てください。えー、っとで今日あの条文を持ってきていない人は別にこれなくてもあの簡単に説明しますので安心してください。あのね110条は 次回の問題の中ですごく使うのでちょっとチェック入れとくといいかもしれないものすごく重要な条文です。これ何かというとね全条第1項本文の規定はって書いてあって109条を見なきゃいけないんだけどこれは1回置いといてその後ね代理人がその権限外の行為をした場合において。 第三者が代理人の権限あると信じるべき正当なある時について順要するって書いてあってこれ、ちょっとよく分かりにくいと思うので私の方でちょっと簡単に補足してあの次回説明するからこれで代理人っていうのはいるわけですよねで権限外の行為ってどういう状態かというと例えば私が代理人だとします誰かの代理人やってますで例えば土地をそのまあ本人だなその委任者から 土地を例えば貸すための借り手探してくれと言われてうんだから不動産屋みたいなねあの賃貸の不動産屋みたいな感じでえ土地の賃貸について代理権が与えられて代理人やってますただ権限外の行為をしたってどういう状態かというと要するにそれを超えたことをやっちゃうとつまりあくまでも土地を貸すだけしか代理権ないのに勝手に土地売っちゃいましたこれが権限外の行為ですで分からなくて全然いいからねつまり本人がいて例えば代理人に対して 賃貸借について代理権を与えたとで土地をこうやってね賃貸借の代理権を与えた,そしたら、まあ、例えばねそしたら代理人が権限外の行為しちゃった C に土地売却しちゃいましたとこういう場合です、うん、でこの場合どうするかというとあのでこれ1行の規定順用するって書いてあるでしょうん え順用するって書いてあって順用するから本当は前を見て109条一1個を見るんだけどちょっと時間ないので109条は次回やるけれどもこの時あのどうなるかというとですねうん,うんと実際結論から言うと本人が結論を責任を負うことになるんですうんつまりこの場合基本的にはこの本人と代理人の間でやったこととまあ C があるけれども実際これどうなるかというと結論から言うと有効になります110条で、う。ん あのなぜかというとこれも権利外観法理なんだよね C からしてみると。例えばこれ虚偽の外観でしょだって代理人が C からしてみれば目の前にいる代理人が売買契約の代理人ですっていうふうな虚偽の外観で来たわけでしょ土地売りますよあなたみたいに来るわけだから虚偽の外観でしょ。で A どういう奇跡性かっていうとこんなやつ代理人してるんだぜ、ね。 <laughs> さっきの例で言うと、まあ、まあ私みたいなやつが、ね、そんな人を裏切るようなやつを代理人にして任せてるんだからその A さんに奇跡性あるでしょこんなやつを代理人にしたで C はこの代理人信じてるわけということは A は要するに本人の奇跡性虚偽の外観全員の信頼ってある状態なわけだからこの場合 C の信頼を守る必要があるつまり A の奇跡性と C の要保護性を考えたら C を守る必要があるならばこれ有効にすべきでしょっていうのが110条の考え方。 でこれ、ね、権限外の表現外理と呼ばれるものでとても重要なものです、ただ、これはさっきの94条と何が違うか、今日本当にここ大切だからね、94条との違い見てもらっていい、110条のところ、実はおまけがついているよね、善意の第三者ではないよね、なんて書いてある、第三者が代理人の権限があると信ずべき、正当な理由があるときについて順用する、ちょっと難しい言葉言ってますが、これは来週、細かくやります。 正当な理由があるっていうのは善意よりも高いですよね。あこの人代理人なんだって信じるだけの真っ当な理由でしょ。だからただ単にああこいつ代理人やがなじゃあ足りないわけです。正当な理由があるということはきちっと例えば調査をしたりもしくはこの人について代理権があるっていうそういうふうな裏付けを確認してそれであこの人は代理人だっていうことを信ずる正当な理由があるときに有効にしましょう。ということはこれ言うと C は善意ではなくて次回やります。 110条は善意無価値まで要求しています、うん、さてじゃあこれね今日法律の勉強なのでちょっと、うん、いろいろ考えようなんでこっち善意無価値だと思う94条2項は善意でよかったんでしょこいつはこっちの九1 0条の時は善意無価値まで必要としてるこれなんででしょうかうんこれね理,理由あるんだよ権利外観法理って言うけれども この2つの事案を見たときに大きく違うのがあるんだよ A の奇跡性94条2項の時、まあ、94条ど真ん中のやつ考えて A の悪さ半端なくないか <laughs>、うん、自分からわざわざ虚偽投棄しといて俺は違うぜって言ってるんでしょでこっち考えてみてこれ A も被害者的なとこあるでしょ、うん、こんなやつを信じたばっかりに売られてしまいました ああどううしようみたいなね、うん、なんでこんなやつを信じてしまったんだろうか確かに奇跡性はあるよねあるけれどもこの2人の奇跡性を同列にしちゃいけないんじゃないのっていうのはなんとなくわかるでしょすると失礼これね94条2項の場合と110条の場合で大きく分けて違うのは A の奇跡性の程度なんです。 つまり94条2項は A の奇跡性でかいんですそれに対して110条の場合は A の奇跡性はちっちゃいっつってもまあ悪いんだけどねそんなやつを信じたという奇跡性はあるんですうんああっていうね <laughs> ただどっちが比べたら悪いでしょそしたらどうなると思う ?C の保護の必要性どうなると思います A の奇跡性がでかかったらそれだけ C は守んなきゃだめでしょうだけど A が奇跡性が例えば小さい A もそんなに悪くないなっていうことであれば C をそこまで守ろうっていうふうなベクトルにならないつまり A の奇跡性の大きさと C の保護の奇跡性の必要性ってリンクするよねこれ何となく分かるでしょ相手が悪かったらこっちだってそこそこ悪くてもいいじゃんとでも相手がちょっとしか悪くないんだったらこっちはやっぱりね それなりのことをきちっとやってなきゃいけないでしょうと、うん。すると結論どうなると思う。保護の必要性が大きい小さいって簡単に言うと。要件が変わるってことだ。だつまり、九十四条二項の場合には。A. が悪い。A. がものすごく悪い。ということは C. をとにかく守ってあげる必要がある。守るんであれば。善意のみで許してやろうってことです。わかる。で、百十条の場合は A. の奇跡性は少ない。 でだから、奇跡性が少ないからって言っちゃいけないんだけどその分 C についてもある程度の注意は要求してもいいでしょうとだって A, A かわいそうじゃんっていうそれだけですから A かわいそうだから C にも少しは責任じゃないけどやることやってもらわないと困るだから110の場合には全員無過失まで要求しますと、うん、でこのね、うん、こういう理解なんですね。で 善意無価失を要求するか善意のみかというのは実は結構ここら辺が大きく変わっています変わってるところで、うん、このあとちょっと話するけれども、うんはい、じゃあなんでこんな話をしたかというとね実はこの94条2項と110条ってすごく似ていてこの話しないと実はこの先進まないんですちょっとね94条の類推論のもうちょっと先進めようかさっきあの事例問題見てもらっていい事例問題の4番と5番やったよねうん で4番と5番はなんとなくもう累積適用っていう感じなのが分かったと思うんだけどじゃあ7番見てもらっていいあごめん6番見てもらっていい6番はこれこういう状態です A は自己所有の建物を B 名義の仮登記にしておきました仮登記っていうのは登記にする前の前段階のなんか、まあ、予約とまでは言わないけど要は一旦登記を置くんですこれ仮登記っていうんですでその後本登記するんだね うん、でまずはこういう状態ですね A は仮登記にしておいたら B がこれを機械として勝手に本登記にして C に売っちゃったとこういう状態があったとします、うん、ちょっと状況を確認しようか6としては A は、まあ、さっきと同じような図を書きますでみんなあそこあるからね仮登記だったんですうんで仮登記にして あの要するに自己所有の名義の仮登記にしといたらなんか B が「よっしゃよっしゃ」と「やった!」と思って本登記に B が変えてその上で C に売っちゃいましたとうんで C はどうですかというそういう問題ですうん,なんかさっきの事案とちょっと似てるけれどもこれどん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 分かるさっきの話から気づく人はいるかもしれないけど456に従って A の軌跡性が小さくなってってるんです 4番は A の奇跡性めっちゃ多いでしょ勝手に税金対策しましたああ悪いなこいつとえ5は勝手にやられちゃったんだけど30年放置しましたまあ確かに悪いなとじゃあ次はどうかな仮登記にしてたっていうところはうかつだったかもしれない、うん、仮登記にしてたっていうところはうかつだったかもしれないけれどもここまでは AB がやってんだよねだけどこのあと B が勝手に本登記に変えて売っちゃったとうん このとき C は保護されるべきですかっていうような問題になってくるわけですよ、うんうんいい。じゃあ、この場合判例どうなってるのかなみたいな、えーまあ、話にはなるんだけれどもでごめんなさい、これあの事例には書いてないけどこの仮登記も要するに税金対策とかそういう前提だろうねって考えてください。うん、AB 間で税金対策で仮登記にしてたらで仮登記にしてたら B が勝手に本登記にしちゃってボーンと打っちゃったみたいな。で,で 確 A に奇跡性あるでしょそもそも B に陶器を移した奇跡性があってで C は、えー、と B の,この陶器を信じました、うん、で虚偽の外観があるわけだからじゃあ何が違うかというと実際今回 B が介在しちゃってると、うん、でこの場合 A の奇跡性って相対的に少なくなるんですでこれ何が違うかというと今までの事案と違うのはこれまず最初にから判例の結論からいきます。 判例はどうしているかというと、これは94条2項と110条の類推的、うん、の今までは94条しか言っていないんだけれども裁判、裁判所はこれを110条も加えてます、94条2項と110条の類推法、ごめんなさい、方、えー、位に照らし、えー、善意無過失まで必要とすると。うん、でこれ何 どういうことかというとさっき言った通り A の軌跡性がちょっとちっちゃいんですなぜかというとです、ね、A が許容しているのはここ結構重要だから押さえて A が許容しているのは仮登記までですよ。本登記にして売っ払うっていう本登記にしたら売れちゃうから、うん、本登記にするここまでは A 許容してなくてあくまでも仮登記までは許容している、うん、でその外観を超えたものを作られて勝手に売っちゃったで今までの2つの事例って何が違うかというと。 すね、さっきの2つの事例を見るとこの事例とこの事例っていうのは要は虚偽の登記までで全部本人が意図ししてるでしょ、うんまあ目次の承認はあるかもしれないけれども虚偽の外観全部に対してもう自分の意思でやってるんだだけどさっきの6番の事案の場合だと虚偽の外観を超えて作られちゃったという違いがあるじゃあこれって94条2項よりもむしろこっちに近くないか ということなんですつまり、このさっきの110条の事案を見れば分かると思うんだけど本人は賃貸借までは許容してただけど賃貸借まで許容したけど売買までやられちゃった勝手に分かるつまり本人の意思とよいしょここ結構勝負ねつまり本人の意思とまあ虚偽の外形が対応してないんだよねこ,こっちは。うん つまりさ今までの事例はあくまでも本人が虚偽の登記作ろうということと虚偽の登記という外形これはあくまでも合致してるから94条2項でやってたわけだけどさっきの事例は本人の意思って何かっていうと仮登記でしょ仮登記という本人の意思と実際に作られた外形が本陶記でしょ外形一致してないんだようん ということはこれって権限外の行為を使った110条にむしろ近いんじゃないかと。というふうに裁判所は判断していてであの司法試験予備試験ではもちろん論文書かなきゃいけないでその時に要は裁判所がこのいわゆるメルクマールを立てているのでこれに従った論述は絶対求められるので何かがあった時に意思と外形が対応しているかしてないかここで94条でとどまるのか110条まで使うのか。 っていうのが変わりますで110条まで使ったときには無過失まで要求される、ここ超重要、ね、超重要ね、うんえー、そこは頭に入れといてください。で一般的には医師あの私のレジュメの方にも書いてあるけれども、医師外形対応型と呼ばれるものが94条2項が使われる形です。で要するにこの,このパターンねで、医師外形非対応型と呼ばれるのが、この110条まで必要とするパターンです。うん、これね 94も必要な理由はなぜかというと虚偽だからね、最初がね、110だけじゃ足りないわけ、うん、110条というのは一応、代理権、賃貸借の代理権は本当でしょ、それでその上で裏切られちゃったら110条なんだけど、今回みたいに虚偽の仮登記作って本登記にされちゃったら、94条と110条両方使わないといけないという、そういう違いが出てきます、うん、で、ちょっとホ,ホットな問題ではないんですが、一番最近、予備試験ですね、今年出題されたのこれなんですよ、民法で。 で何が出題されたかというと実は、ですねこの次の問題これにちょっとアレンジしたものが出ていて、えー、これがしっかり分かっていれば大体解けたよって問題が実は論文で出ていて、えー、事例の7番、8番か7番かごめん7番見てくださいここまでいきましょう今日頑張ってうんとこういう状態があったとします A は B に言われるがまま、うんなんかまあ、最初言うと B 超悪いやつですこいつねもう 例えば A 所有の土地の登記済証や印鑑登録証明書を渡しましたこれちなみにさ登記済証とか印鑑登録証明書って普通渡してダだめだよ実印とかそういうものと同じなんでこれ勝手に第三者に渡したら勝手に登記移されるからねそれぐらい重要なもんですでそれを言われるがまま渡しちゃったんです でちなみに事務例えばねこれ B さんが AA が例えばねすごい超高齢者の超超つけなくていいけどね、えー、高齢者の方でよくもの分かってなくてちょっとなんか手続きで必要だからちょっと実印と登記くださいよみたいな感じで言ってんでじいちゃんが分かった分かったって渡したみたいなそんなイメージでいいと思いますで渡してしまいましたそしたらどうするか、まあ、B はそういうことをやるぐらいだから悪用するんですらもらっちゃった必要書類悪用してその土地自分のものにしちゃうんですねで自分のものにして売っちゃいました この場合、C は保護されるでしょうかという問題です。で予備試験、余裕がある人はね今日,今日じゃなくてもいいんだけどあの今年の平成29年かなあの民法を見てもらえるとこれとすごい似た事案が出ててあのあこれだなってすぐ分かるようなあの問題が出てます、うん。じゃあどんな事案かというとなんか94条2項でいけそうなんだけどこれ、いけるのかね、うん、ちょっと一緒に最後にここね1前半ここまでになるから考えようか。もう まず A は B に言われるがままなんだけど、A はもう,もう頭の中でもうおじいちゃんだと思ってね、うん、もう適当に、ね、なんかその辺のおじいちゃんが登記済み票を渡したり、なんかこうう書類渡しちゃいました、B はよっしゃーっつって、しめしめと、えー、勝手に登記作って、C に売りました、多分私のレジュメの方がが分,、えー、分かりやすく書いてあるかなという気はしますけれども。うん、あの こっちの方がかかりやすいかなこういうことで <laughs> こ,ういうことで、えー、失礼しましたまた、あ、うういう状態ですね、えー。94条2項の累積用の話なんですが言われるがままに登記済証を渡して A は奇跡性があり B が勝手に、えー、あでこれは奇跡性を <laughs> えと渡すなりしてまして売っちゃってしまいましたとこういう事案です。で、これね、パッと見たときに意外とは分かりにくいところは 94条2項とかの権利外観法理がまず使えるかっていう問題なんですねこれ A が悪いって評価できるからんです、うん、つまり A からしてみればこれは被害者でしょある意味、うん、今までのさ,さっき 4, 4事例やったけど1名一個目の事例から比べて悪い度合い相当減ってるよね、うん、もうただ渡しちゃったと、うん、でじゃあ例えばこれっていうのが果たして悪いのかどうかっていうことだね 奇跡性が認められるかどうかというのが問題になるんだけれども、えー、とこれはあの判例のところを見てもらって解説でところに書いてあるんだけれども私の、ねえー、と裁判所ではこれは奇跡性を認めてるんです。うん、で書いてあるね、まあ、B が本件登記手続きをすることができたのはここ結構重要です A のあまりにも不注意な行為によるものであり。 これね、裁判所にこんなことやるのかわいそうだけどね <laughs> まあでも普通に考えたらさ言われて他人に実印渡すとか投機罪書渡すってそういうことだよ、うん、普通に考えたら責任あるよねっていうことを裁判所は言ってるんですつまり書いてある通り B によって虚偽の外観が作成されたことについての A の軌跡性の程度はここまで言うかと思うけどね自ら外観作出に積極的に関与した場合つまり最初の事例ですとか これを知りながらあえて放置した場合、つまり2つ目の事例と同志しうるほど重いと言うべきであるつまりこの場合の事例は裁判所は奇跡性高いと見てるんです奇跡性があると見てるんですなので94条2項100の類推の基礎があると、うん、でしかもその後書いてあるでしょこれ権利外観法律っぽい裁判例でしょ裁判所も言ってるでしょ所有者であるとの外観を信じ信じることに過失がなかったというふうに言って で結論としては、えー、権利外観法理によって C が保護されるということになりますただ、これはあの裁判例の最後に書いてあるけれども過失のことを言ってますよね、うん、つまり94条2項と110条両方使ってますでこれはなぜかというとさっきと同じです裁判,裁判というか判例のメルクマール通りです A は勝手に登記済み書を渡しました実印渡しましたってやってるでしょ。だけど 記についいての意思はないんですつまり本人の意思とさっきやったけどね外観は非対応でしょつまり本人の意思ってのはそもそも登記手続きしないんだから単なる渡しただけでしょ登記されることなんて何も思ってないけど B があまりにも悪くて登記手続きされちゃったっていうことは意思外観は非対応なので 94条2項と110条両方とも使おうぜと。うんえー、よって110条あ、失礼しました、ちょっと見せなかったあ逆、逆だった、110条使いましょうと。で、110条まで使えば C に必要なのは善意のみならず、無可質まで要求されますよと、うんうん、いうことです。ちなみに予備試験ではやっぱりこれ無可質まで要求するって書けてるかどうか、そこでもうまず。 あの論文で差がつくところだったのであの実際、だから裁判例とかそういうのってしっかりとあの知っておかなきゃいけないというところだと思いますでちなみにですが今言ったもの全てあの判例としてありますであの私の方のレジュメですねえと事例問題解説集の方うの4ページからああごめんなさい5ページから えっと7ページまでのところで実際に判例として同じような事例で裁判所が出した結論というのがありますのでまあパーッと見ておいていただければと思いますで大体この解説のところに私が今日話したことというのはま,あまとめてありますのであのぜひぜひちょっと見ておいていただければというふうに思いますで94条2項については今言ったようなこの121ページから 125ページまでのところが、えー、私が今言ったことの、えー、説明が書かれています。 であとは判例で、さっき30年放置しているとかいろいろ言ったでしょ、そういう細かな事実関係であったりとか、裁判所がもっと細かくどういうことを言っているかっていうのが、えー、セブンサミットの120ページのところとかの判例のところに書いてあるので、まあ、学習が進んだ段階で、こういうのはしっかり読まなきゃいけないと思うんだけど、まあ、入門段階ではまず、えー、しっかりとここまでのところ、こういうものだってことを理解していただければと思います。はい じゃあ一応1時間目ここまでが内容になるんだけど今日やったところまず1時間目のおさらいだけちょっとしておきますね109ページからバーッとレビューしていきます、うん、あしっかり分かったなということを押さえてさ休憩しましょうでちょっと危ねえなってところがあったらチェック入れてくださいまず最初心理療法って言葉大丈夫ね。 心理流法っというのは真実じゃないことを知りながらした意思表示のことです。これ心理療法と言います。はいページ飛びます。110ページのところです。心理療法原則として有効です。なぜかと言ったら、嘘言ってるんだから。うん。相手,の相手を守らなきゃいけない。相手の要保護性から有効です。ただし、例外としては相手が悪意、有価質のときは無効です。うん。相手を保護する必要がなくなるからです。ここまでいいですね。で、 その後ですねでこの第三者の保護は一回置いておいて111 <laughs> ページ、虚偽表示虚偽表示とは何かというと、まあ、要件ですね、きちっと通報虚偽表示というのをしっかり分かっていればいいです通報してした虚偽の意思表示を通報意思表示と言いますで、効果のところきます効果としては原則無効です、えー、なぜかといったら通報してもともとお互い虚偽でやってるんだから有効する理由がない ただ、例外としては、善意の第三者には対抗することができないということです。で、ページを飛んでいただいて、112ページ。第三者の定義ね。え、第三者の定義については、新たな独立の法律上のというワードを言えてください。いいですね。新たな独立の法律上の利害関係人。え、典型例としては、点々上都の譲り受け人。それから、定当権設定者。あ、ごめんなさい、ごめん。定当権じゃごめんなさい。銀行みたいなね。で、余裕がある人は、 えちょっとまめ,まめなことを言っておくと余裕がある人は113ページのえ表ですね、えーまあ、ちょっとまあ見ておくぐらいはしておくといいと思いますがただ今の段階だと多分分かりにくいと思うので勉強進んだ段階でこういうのが必要になるよということは知っておいてください、うん、で114ページ、えー、と94条2項に関する、えー、少しあの応用的なところでした、うん、えー、っとですね これの括弧1番は読んどいてもらえればいいんだけど、さっきやったけどね、点々上として、善意者が間に入って悪意者になった場合ね、これはもう取引の安全であったりとか、C の保護の必要性から C が1回保護されたら、その後悪意が出てきても、絶対的公正で有効になりますということね、それから善意4番の善意の意義ですね、知らないってことを善意って言いますと。 はい、無可質の用費というところですが無可質いりませんね94条2項では無可質いりませんなぜか書いてないから今日やって分かったよねもう1個の理由は94条2項、まあ、書いてないからもそうだけどそれぐらい94条2項で想定される A は奇跡性高いからです、うん、だからなんです、うん、で、陶器の用費陶器いりませんなぜならえ二重譲渡じゃないから点々譲渡だから陶器、うん、いりませんからね で対抗することができない、えー、定義大丈夫ですか、えー、対抗することができない、えー、事故の権利や法律効果を主張することができないという意味ね、うん、だから今回でいうと、無効主張ができないというふうに、94条に項は言い換えるわけです。はい、ページ飛んで、118ページ、119ページです、えーっと、この虚偽表示の問題は、二重譲渡とよくベクトルでごちゃ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 してくるので、えー、この1番とか2番みたいな事例が出てきたときに、きちっと二重譲渡になってる部分っていうのを見つけてあげると。 ということね、そこをちょっと練習しておいてもらえればと思います7番飛ばしましたで9番、超重要なところ、ね、権利外観法理の話です94条2項、類推適用です。類、えー、推適用に関してはまずきちっと権利外観法理っというのを言えてください、言えてくださいその3つの要件、ね、本人虚偽の外観本人の既成、性外観への信頼それによってあの死を保護するという考え方でこれが原則としてあるんだけれども使い方としては類推されることが多い。 で類推される場合どういう類型があるかっていうのが4つの類型がありましたまず4つの類型の中で1つ目は医師・外形対応型ですよね一番単純なねつまり医師と外形が対応している時は94条2項一発で終わるいいね94条2項一発で終わりますで勝手に登器を移しちゃった例と知りながら放置した例っていうのがあったよねうん でそれと3つ目4つ目の類型で医師外形非対応型、うん、本人の意思と作られた外形が違う場合この場合は本人の奇跡性が低くなることと110条の場面と似てることから94条2項プラス110条の類推適用になる、うん、その結果 C は無過失まで必要になる、うん、これは奇跡性が下がることも理由だったねでその時の典型例としては仮登記までやって放置してたら本登記されちゃったってやつ それからほっといて、ポンと渡したらなんかしないけど勝手に投棄されちゃったなんかおじいちゃんかわいそう事例みたいなやつですねそのパターンがありますよと大体この辺のところまで、えー、触っています。うん で2時間目も、もちょっと最後話し忘れたことがあるんだけれども、2時間目は、その錯誤から先のところをやっていって、で民法改正されて、実は位置表示の到達っていうのが、実は大きく変わってますので、少しあの2時間目はそこまでやって、あの代理の前まではすべてやろうと思ってます、でえー、休憩っていうところなんですけど、ごめん、一点抜かしたところだけやらせてください、93条です、で93条の2項にも同じようなものがあります。うん えー、前条正し書きの規定による意思表示の無効はっていうやつねあの心理療法ってどういうものだったかって覚えてるよねあの心理療法って要は A さんがごちゃごちゃと嘘言って売るよって言って B に言った時これ有効になるんだよねいいよね心理流原則有効だけど A が嘘言ってるのを知ってれば無効になるんだよねだから俺のパソコン100円で売ってやるよこれ有効になっちゃうだけど B があ「あこいつ嘘言ってんな」 でも買っちまうっていう,言うよと、そしたらそれってお互いにあのし心理療法を知っている状態だから、通表示と同じになるんですよ実質的にはお互い真意がないことを知りながらやっているので無効になるとだから、93条1項正し書きって94条,項あ94条の場面とそっくりになるの、結果的にだからどうなるかというとこの状態に C が入ってくれば権利外観法律と全く同じになるわけね。 だから93条2項は実質的に94条2項と全く同じ条文です善意の第三者に対抗することができないつまりこの善意第三者に対抗することができない全く同じ意味です、うん、でこれなんで最後にやったかというと、えー、6法古い人はないでしょう <laughs> 93条2項は新切です、うん、あの実は今までは93条には2項がなくて うん、93条はこれしかなくてじゃあ93条全員の第三者どうやって保護するっていう時に94条2項類推してたの、うん、だって同じじゃんほとんど94条2項類推適用なんて言ってるけれども今それ書いたらだめよあの改正民法では改正民法では93条2項が新設されてますから93条2項の直接適用で処理してください え少しあのごちゃっとするところかもしれないけれども、最後に93条2項やったのはそういう感じです、なので、えー、94条2項とほとんど同じですという考えていてください、はい、じゃあ、えーと、休憩しますが、次回、その休憩挟んでから、95条、錯誤、えー、詐欺、脅迫、えー、効力発生時期っていうところをちょっと見ていきますが、錯誤については条文持ってたり、もしくはあの前の,あの、なんか調べられる人はね、あの改正前、今の条文と比べて、ものすごい変わってるでしょ。 改正前の条文はものすごいさらっと書いてあるのがもう一気にドカンとできたところなんでこの条文の立て付けであったりとかをちょっと解説しながら、えー、ちょっと進めていきたいと思ってますじゃあ休憩ちょっと10分ほど休憩しますねえっ、ー、と今29分ですので40分ぐらいまで休憩してから始めますじゃあ休憩しますはいではよろしくお願いしますじゃあ後半の講義始めさせていただきますじゃあ今日あの後半の方が昨後から順番に行きますうん でおそらく学習経験者の方は、おそらくこの錯誤が全く違う,うふうになってます、うん、あの改正民法になって。ですので、あのしっかりと条文を理解してもらうというところが、まあ、あの最初、ポイントになろうかと思いますので、まず一番最初、条文を開いてみましょうかね、えー、と民法の95条です。うん、<laughs> えーっと これ実はです,、ね、すごく長く書いてあるんですが昔の条文というのはおそらく6本にもついているし今日お配りしたレジュメの方で旧民法一応配られていると思うんですが実はとても錯誤ってシンプルなものでした、えー、昔は誤っというのは書いてあって意思表示は法律行為の要素に錯誤があったときは無効とするただし、表依者に重大な過失があったときは容疑者は自らその無効を主張することができないというこのシンプルな条文だったんですが これがね民法が実際施行されてから錯誤っていうのは最初に言うと何かというと勘違いなんですよね。うん、で勘違いで法律関係を無効にするというのがざっくり言えば錯誤の規定なんだけどこれ争いものすごくありそうでしょ。 いろんな類型ありそうでっって言った場合単なる勘違いって言ってもこれから話するけれどもいろんな段階で錯誤があるし錯誤の程度も違うし、えー、もっと言うと、えー、お互い錯誤になっているケースもあったりとかすごく錯誤って取り巻く法律環境がすごく複雑でこの条文1個ではどうにもならんということで判例が積み重なっていったんですよ。でそののの積み重なっったた判例の考え方をまととめてて一つの条文化していったと いうのがこの民法改正の経緯なので択一の場合は覚えなきゃいけないけど論文の場合にはその分楽になったと思って結構ですでも条文に書いてあることを的確に処理できればいいというふうに考えればいいわけね、うん、じゃあそれを前提にですけれどもまず錯誤で大きく分けてこれ,これから勉強するとき旧民法というか現行民法との関係で押さえてほしいのはあの結論が違っていることだけを覚えてください95条1項錯誤はのところばーって書いてあるけど取り消すことができるようになってますよね うん、これはあの現行民法との一番大きな違いです。現行民法は無効なんです、す、うんえー、新民法では、錯誤は取り消しになります。なので、今の先生は、まあ、私も含めてなんだけど、よく錯誤無効、錯誤無効って言ったりするんだけど、その言葉も使いません、今後ね、錯誤取り消しというね、えー、なんかすごく言ってて気持ち悪くなるようなね、あの言い方になるんですが、で復習しましょう、無効と取り消しって何が違うんですか、ね。全体構造でやったね。 あの今日も最後やるけど無効というのは最初から何も法律効果がなかったことになります無効なんです絶対的無効なんです取り消しというのは取り消すまでは有効の扱いを受けるといいねで取り消しっていうのをやって初めて訴求的に無効の扱いになるだから取り消しと無効だったら、まあ、違法の程度って,っていけないけど無効の方が圧倒的に高いですもう最初からなかったことになるので,で取り消しっていうのは取り消されるまでは有効になる取り消した後に無効の扱いになる その違いがあるねあの全体構造のところでこれ、後々話するよって言ったやつです。じゃあ、なんでこれ取り消しになったかっていう話なんですけれどもあのこれ、取り消す無効にするほどそのなんていうの歌詞っていうのかなその違う程度がさ大きくないでしょだって勘違いだよ、たかだか勘違い全部無効にされちゃったらたまったもんじゃないでしょ。 なので勘違いっていうものについて無効という法律効果を与えるのは大きすぎるだろうということで取り消しという形でその程度を下げたというのが経緯としてあります。で、ちょっと条文の今日はねこれしっかり見ていくけれどもまずすごく大切な話をします。えっとまず九十五条一個一緒に見てみようか。意思表示は 次に掲げる錯誤に基づくものであって法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは取り消すことができると書いてあります、えー、つまり、錯誤って勘違いなんだけれどもこの1号2号だね漢数字1に覚えてますかね。ね95条 1, 項1号2号に書かれてるけどこの2つの場合に取り消すことができますでこの1っていうのが意思表示に対応する意思を書く錯誤。 これ分かりにくいけど一回読むね2、表、えー、依者が法律行為の基礎とした事情についての認識が真実に反する錯誤という2つですで多分、パッと見分かりにくいと思いますのでこれは私の方で、えー、セブンサミット使いながら説明しますこの2つの錯誤って何が違うかなんですが、はいえー、とテキストを見てもらいましょうかね、えー、とテキストで言うと126ページのところで錯誤の分類ってあると思います。うん <laughs> で大きく分けると、錯誤というのはこれいろいろ書いてあるけれども、えー、3つの錯誤がありえるんですよ、うん。まず、このね、錯誤の対応を見てもらえると分かるけれども、なんかさ、おいしそうだアイスクリームを買おうというね、このどうでもいい例を使うけれども、われわれってね、あの何か欲しいなと思って買うときに、ステップを踏むんです、まず一番最初、おいしそうだっていう、動機、うん。で、あこれ買おうって思うでしょ、買おうって思うよね。 思思っっっっったらくくだだささいいてててて言言言うううよねおわけつまり大きく分けて4つのステップ動機の段階まず考える段階でこれを覚えた方がいいです内心的公開意思って言います、うん、この126ページの覚悟の対応の左のところに書いてあるけれどもまず動機があってその後に内心的公開意志が生じるんですこうしたいそしたらよし相手に言おうって思う相手に言おうと思うのは表示意思です 言言おううと思って言うんですそれが表示行為でこれが4つスーッと流れれば何も問題はないんです錯誤っていうのはその間にトラブルが生じた場合が錯誤ですで大きく分けて2つあって1つはどあの最初に言っちゃうけれども動機の錯誤つまり一番最初の段階で錯誤があった場合が動機の錯誤と呼ばれます、うん、つまり と美味しそうだと思って買うんだけれども美味しくなかったみたいなうちくしょうと思ってもしくは、まあ、よくある教室説明だけどもこのピカソの絵が本物だと思って買ったら本物じゃなかっただからなんとなくこのピカソの絵がし本物だと思って買おうと思ってこのピカソを買おうっていうわかるちょっと目の前にピカソの絵があってこのピカソは本物なんだろうなっていう動機があるわけでそしたらピカソを買おうっていう公開しが生まれるわけ で,で効果意思があってじゃあピカソを買おうって言っておうと思って言うわけねそうするとそのこの絵を欲しいって思ってからは問題ないんだけどその前の段階だなこれ本物じゃんっていうその動機の段階で生じたのが動機の錯誤です、うん、でその下ですねこの2つの中で内容の錯誤表示上の錯誤っていうふうに書いてあるんだけれどもこの下の2つをまとめて表示行為の錯誤って言いますこれはもう覚えなくてもいいけど動機の錯誤と表示行為の錯誤っていう区別はしておいてください で表示行為のの錯誤はその他です、うん、まず何かというと真ん中にあるやつ内心の錯誤つまりアイスクリームを買おうって思ったのにソフトクリームを買おうって言うくださいと言おうって思ってなんだこれって状況は全く見えないんだけど、うんうん、要するに勘違いですよね、うん、た簡単に言えば。うんあ このピカソの絵しいうかこの絵が欲しいって思ってるんだけどこの絵のことを欲しいと思ってるんだけどモネをくださいって言おうと思っちゃってるとかねそんな状態です、うん、あるのかよとか思うかもしれないけど要すするに弱は勘違いで,す、うん、でもっと言うと表示上の錯誤っていうのはそ,そこまでいいんだよアイスクリーム買いたいくださいって言おうと思ってよし店員の目の前でソフトクリームくださいっていうね、えー、どんな状況だよってね、えー、話だけど言い間違いです うん、あのこれだとほとんどなさそうに見えるけれども間違った契約書にサインするなんてのもこれに該当するのかなおそらくね、えー、で一般論として言えることはこの動機の錯誤と表示行為の錯誤っていう2つの類型があるとで何が違うかというと動機の錯誤っていうのは一見して普通なの分かる相手からしたら普通なんだよねだってさっきの例考えてみてあのお店の人からしてみればピカソ欲しい人がピカソくださいって言ってるのもん、うん、でその通りピカソ売ってるだけでしょ だからその内心的公開意思から表示行為まで何の問題もないから一見して分からない作語だけど内心的公開意思表示意思表示行為のこのの表示行為作語はもう明らかに意思と表示が違うの分かるどこでずれるかは別よその勘違いなのか言い間違いなのかは別だけど思っていることと言っていることが違うという作語なんです。うん でえー、さっきのやつなんだけれどもでこの1っていうねさっきの条文見てもらっていいこれ条文の解説がメインになるから、えー、この95条1項1号の意思表示に対応する意思を書く作語って書いてあるでしょこの1号がさっき言った表示行為の作語ってやつですいいかなえー、表示行為の作語つまり言い間違いと勘違いあごめん言い間違いと勘違いが1号 で2号ですごくさ面倒くさいこと書いてあるけど基礎とした事情についての認識が真実のなすって書いてあるけどこれが動機の作悟ということです。うん、いいかなつまり失礼これ書かなくていいからねあの書かなくていいですからねあの1個のいわゆる1号に書かれているのが、えー、ちょっと見えるかなちょっと大きくしますね 表示行為の錯誤で2項で書かれているのが同期の錯誤ですうんでどっちの方が面倒くさいかって分かるかな同期の錯誤の方が一見して分からないでしょ、うん、なので判例では実はこの「動機の錯誤」っていうのは錯誤に含まれるか含まれないかってすごい揉めてたんです。うん、で なんで揉めるかって言ったら相手が分からなければまずいでしょそれ無効にされたらたまったもんじゃないじゃんうん本物だと思ったのにから買ったのに嘘じゃんって言われて取り消し無効だって言われたらたまったもんじゃないので動機の錯誤の場合には判例上昔から現法民法から決まってたんです動機を表示したらいいよとつまりこのピカソが本物だと思ったから私は買いますって言えばそれは相手も分かるでしょ うん、そうすれば要するに動機って見えないから無効にするには困るでも表示されればそれは取り消してもまあある程度は仕方がないだろうっていう発想になるでそれが実はこの 2, 2項を見てもらっていい95条2項のところ全項第2号の規定による意思表示の取り消しは今日は条文読む練習ねこの2時間目はつまりこれって動機の錯誤の取り消しだよね2号だからね動機ののの取り消しはその事情が 法律行為の基礎となれていることがだと示され表示されていたときに限りすることができるつまり2項で何が書かれているかというと2項では動機の錯誤の場合には表示が必要ですといいですね表示が必要ですということが述べられていたということでね、うん、OK ここまで。<laughs> でこの時取り消せますとでただ95条の、えー、ところもう一回見ていきますねじゃあどういう時取り消せるか錯誤があったら取り消せるかって言ったらそんなことは実はないんです、うん、ただ単にじゃあ動機の錯誤がありました表示行為の錯誤がありましたっていう形で戻しますね錯誤があったら全部取り消せるって言ったらもう世の中回らないでしょ コンビニ行ったらもう錯誤だらけじゃないですかそんなこと言ったらね <laughs> 細かい錯誤いくらでもあるわけだじゃあ取り消せるっていうのはそれだけでっかい錯誤でなきゃダメでしょでやっぱり今まで裁判でもどこまでが政府なんだっていうねその辺のその錯誤のなんかラインっていう問題になってたでそれは実は条文で今回改めてちゃんと書いてあるこれ柱書き見てください維持表示はの後の「ものであって」の後ににここはあの条文に線引くの嫌な人はあれだけど線引ける人はぜひ引いといてその錯誤の後 法律行為の目的、ここでまず一つ目および取引上の社会通念に照らして重要なものである時は取り消すことができるって書いてあるでしょつまりで取り消えっと私もこれ条文ねあのなかなかこれね使うあれですけれどもつまり前提としてごめんね見づらいかな。 ごめんちょっと字汚くてごめんなさいあごめんなさいあごめんなさいつまりこういう感じかですね つまり法律行為の目的及び取引通念に照らして重要じゃなければそもそも作語取り消しは主張できません。うん、でこの法律行為の目的っていうのは何かっていったらそれその場で考えるしかないんだけどで取引通念っていうのもそう一般的な取引通念ですねそれに照らして重要なものであれば表示行為の作語動機の覚悟は取り消せますっていうことですね。でじゃあ動機ののはその代わり 過重要件が2項であってただ動機の錯誤は相手から見えないから表示しなきゃだめですよっていうことが求められているとこれが条文のこの1項2項の、えー、立てつけになっていますうんはいえー、ここまでいいですかねでね でちなみにこれ分かりにくいと思うので、あのー、ちょっと分かりやすくあのこの2つね法律行為の目的および取引通念に照らして重要っていうふうに言ってるけど目的に照らして重要は何となく分かるけど取引通念に照らして重要ってあのこれから先もよく出てくるんだけど要は一般的に重要と考えられているってことです、うん。つまり私だけじゃなくて普通の人もそうですよねっていう。うん だからさっきのピカソの例とかであれば普通の人だったら本物のピカソと似て物のピカソの違いってすげえ重要でしょっていうね、うん、普通の人ならばっていうふうに私だけじゃなくて一般人に照らしてつまりこの社会通念というのは一般人にしても同様であるというふうに考えられています <laughs> でこのことはね実はね書かれているんだけれどもそこはちょっと見ておいてください <laughs>、うん でえー、じゃあせっかくなんでセブンサミットを一緒に見ながら、えー、やってみたいんだけれどもでこの錯誤についてはあのーまあ、正直教える先生にもよるんだけれども、あのー、なんだろうすごく用語にこだわる先生もいるんですが私はあまりこだわらないんです今言ったところだけで動機の錯誤と表示,の表示行為の錯誤の違いが分かっていれば十分ですから。うんうん、で でただ気をつけてほしいのがこの95条の読んだときに1号と2号がそれぞれそれだって分かってなきゃだめね、うん、1号で書かれているのが表示に対応する意思を書く作語で2号で書かれているのが動機の作語のことで、えー、その2号で書かれる動機の作語は表示が必要ということ、ねうん、でその上でじゃあまず表示行為の作語についての要件ですけれども一応こう書いてある通りです、うん、まず、えー、と1、2って書いてあるけれどもさっき言った通りだね。うん、まず 表示行為に対応する意思を書く錯誤、ね、しなきゃだめだよねで丸2であるけどさっきそういった法律行為の目的社会通念を照らして重要なきゃだめだよねで丸3に書いてあるんだけどこれが3号なんです3号ちょっと見てもらっていいでも錯誤って基本的には書いてあるんだけど重過失による場合には取り消すことができなくなります、うん、つまり立てつけの3つ目分かる 作語がその人の重過失極めて大きな過失があったら無効主張あごめんま,たまだ無効って言ってるね取り消し主張できなくなりますそれは当たり前じゃんなんでかって言ったら作語の趣旨わかるよね表依者保護でしょ間違って言っちゃった人を保護するんだからそいつが重過失だったら保護しなくていいんだよっていうそれだけのことですということなので一応要件として重過失なしというのが要件になりますで動機の作語については、えー、さっきも出てきましたけれどもえー 表示されているときに限られます、これが127ページに書いてありますね、うん。で、その趣旨もさっき言ったよね、動機の雑語は相手に分からないので、不意打ちにならないようにです。えー、だからやあの、127ページのところの色付きで書いてあるけど、相手方に不足の損害が生じるのを防止する趣旨です。うん、分かるよね。だから、表示が動機の場合、必要だということですね。動機でなければ外に見えるから、うん であとはこれ表示って言葉は気をつけてほしいんですがここにあの下のところに書いてあるけど目次的な表示でもいいとされていますつまりはっきり言わなくてもその人の態度であったりとかその人の様子から明らかにそういう動機だなっていうのが分かる場合は表示されたとされます、うん、これは目次的でも OK というのはえ知ってておいいください、うん、あの担当で出ることありますじゃあ要件はって言ったら実はこれもう整理すれば同じだよねまず ① 同期の錯誤があることそうだね同期の錯誤なきゃダメでしょで二、はいえー、っと表示が必要だよね表示されていたこと三、さっき言ったやつ目的と社会通念上重要であることもう錯誤でやるとき絶対これ必要だからねで最後重過質がないことつまり錯誤無効は、まあ、ごめんなさい錯誤取り消しの話をするときにはこの4つが満たされてるかどうかをきちっと確認をしてあ、えー、げなきゃいけない逆に言うとそれぐらいです うん、なので、あの昔はこれ全部覚えてたのなぜかというと条文がなかったからだけど条文できたのできちっと条文の立て付けを理解して条文調べたときに自分でちゃんとね要件の分割ができるようにできていればちなみに128ページを見てもらえるとじゃあ要素の錯誤と呼ばれるんですねあで失礼しました、でこれね学術用語なんですけれどもこの法律行為の目的および取引照らして重要っていうのをこの,この部分ね うん、ちょっと言葉だけ書いとくけれども法律用語でこれよく今も使うので要素の錯誤に当たるっていうふうに言う場合があります。うんえー、なのでまあ便利な言葉なので知っとくといいかな、うん、要は目的,が目的を照らして重要で一般人にとっても重要な場合錯誤になる。 つまり、作語っいうのはそれだけでかくなきゃいけないでしょ、そのでかい作語だっていうときに、これ言うのめんどくさいじゃん、法律用語の目的をのみ取り引きにいなね <laughs> 言うのめんどくさいから、うん、要素の作語だねって言っちゃうことがあります。うん、つまり、大きな作語のこと要素の作語って言うんです。うん、なので、ちょっと知っておくとね、あの勉強したりとか、もしくはあのこれから法律でコミュニケーションするときとかに便利です、うん、要素の作語じゃないよね、これ、とか言ってしまうこともあるので。うん、はい失礼しましまた で、じゃ、あこの様相錯誤かどうかっていうのは、実は、ど、どういうふうなものがあるかというと、これケースバイケースなんですね。うん。ただ、じゃ、どういう時に問題になるかっていうのが、一応ね、よく出るのが、百二十八ページの五番六番が。最近の判例で有名なものです。えっ、ー、とね、択一なんかでも聞かれるので、知っとくといいかなという気がします。あの、どちらも連帯保証。うん。で、五番は、これ、後で読んどくといいけど。あの、すごく簡単でですね。連帯保証するときに。 主債務ってわかるかるな誰かの借金たり借り入れを連帯保証するよねでその借り入れの借金がないのに連帯保証しちゃった場合っていうのが5番なんですよ、うん、これはクレジット会社の例なんだけどで要は簡単に言うとねあの主債務が存在する要するに連帯保証を結んでいるつもりが主債務がない連帯保証を結んじゃった。うん 果たして主債務があるかないかっていうのがさっき言ったこれになるかっていうことですね。うん、でこれは結論だけで結構ですあの絶対要素の錯誤になるよねこれはね、うん。なんでかって言ったら連帯保証って主債務前提でしょだから主債務があるかないかっていうのはもう目的上も重要だし普通の人が考えても重要だと思うところなので主債務があるかないかについての保証は要素の錯誤だと言われています。で でそれと対照的なのが最近なんです平成28年出てきたんですが主債務はあるんだだけど主債務者が反社反反社社って分かる反社会的勢力ね、うん、あ,のあまりいろんな言葉あるけれどもそういうふうに統一してますけれどが、まあ、いわゆる保証した相手が反社会的勢力だった場合つまり反社じゃないと思ったんだけど反社だった。 っていう場合これは要素の錯誤になるんですかっていうのが実は平成28年に、えー、判決出てます。でこれはですね、さすがに反射じゃないか反射かどうかっていうのはその主債務の契約内容とは関係ないでしょなので、えー、判例では最高裁平成28年1月かなの判例ではこれは要素の錯誤ではないということで錯誤を否定しています。 じゃあ重過失についてになりますがじゃあ今日は条文しっかりこここはもうこれだけだから一緒に見ようはい条文の3項を見てください、えー、っと基本的には重過失だったら取り消せないんだねただ重過失だったら取り消せない理由は何でかなというと表依者を保護する必要がないからだよねただ、じゃあこれ見てわかる通り例外があるよね次に掲げる場合を除き これね条文の読み方なんだけど、これ覚えることは無理でしょ。うん、あの理解すればいいの。どういうときに無効にしていいか、一語を見てみな。相手方が錯誤を知っているとき、これだって保護する必要ないでしょっていうことです。うん、つまり、まあ、書かなくてもいいけど、A が重過質で、A が重過質で、このときは取り消し制限になると。 取り消せないと。なんで取り消せないかっていうと B を保護するからでしょ。要はこれってもう要保護性なんです。あのこういうものって。で要はそもそもまずね A が取り消せるのは A を保護するためじゃん。錯誤の原則は。でも重過失があったら取り消せなくなるのはなんで ?A が悪ければ B を保護しなきゃいけない。じゃあり例外的に取り消せる場合どういうとき ?B も悪いときじゃないわかるなんでかっ取り消せなくなるのは B を守るためなんだから B に何らかの悪さがあれば とということになるじゃあその時1号見てみ相手方も知ってればっていうことです心理療法と同じだよ理屈としてはうんだってこいつがさ錯誤になってることを知ってるんだったら取り消し制限する必要ないでしょ、うん、つまりまず1号で書かれているのはそれですうんもうこれ書かないからねうんうんだ相手が錯誤を知ってる時もしくは重化して知らなかった時にはこれはもうさすがに、えー、取り消させてもいいでしょうとあともう一つこれ2号は 共通錯誤の場合ですつまりお互い錯誤になっちゃってる場合要は同じだよね理屈としてはこっちが錯誤になっててこっちが錯誤 A が錯誤になってるのを知ってる場合っていうのは B は、まあ、お互い様なんで、うん、あの取り消し制限する必要はないよねっていうことだけど両方錯誤になってても同じですお互い様でしょ <laughs>、うんえー、両方錯誤になってるのであればそれは取り消してもいいじゃんということですうんっていうことですねなので、えー、このでこね 1>, 1号2号というのが例外的に取り消せる場合ですね、うん、あのだから例外の例外ねだからこれ95条って実は簡単のように見えて結構難しいんですうんだからもう一回言う最初の3項の原則まずねいいか原則は錯誤、えー、取り消せるいいねで表示者 A にしよう A が重過失でした取り消せないいいねここまでいいね取り消せないただ B も重過失でした 取り消せるるになとということで,で両方だったら同じようなもんでしょ共通策を取り消せるっていうそこがしっかり分かっていればいいと思いますで、えー、とこれからはまだ先かもしれないけれども民法の択一が今後出る場合この条文ストレートに聞かれると思うんで、うん、あのこの条文の立て付けがそのまま聞かれるのでしっかり理解をしてくださいで最後4項4項では取り消しは善意のかつ過失のない第三者に対抗することができない要は第三者関係です うんえー、第三者関係が問われてくるんですがこれ、このあとすぐやります、これ実は結構重要、じゃあこのあと詐,詐欺と脅迫いこう、うん、これであの意思表示すべて終わるからね、じゃあいきましょう、じゃあ詐欺についてですけれども、まずこれ、どういうことを言ってるかというと詐欺と脅迫は取り消せます、もうなんか当たり前っちゃ当たり前で、でこの詐欺と脅迫っていう言葉はあは、日常生活で使っている詐欺と脅迫とほぼ同じで構いません。 あのセブンサミットではいろいろ書いてあって後々使うんだけれども今の段階では詐欺になったり脅迫になったら取り消せるよねとだって今もさ例えば民法じゃなくてもクーリングオフって聞いたことあるでしょ、うん、だってなんかねあのこれ取り消したいなと思ったら取り消せるでしょそれと全く同じ理屈です、うん、で脅迫もそうです脅迫されて無理やり買いますって言ったのそれは取り消せないとおかしいでしょ なので、取り消すことができるというのが決まっているわけです。で、2項を見てください。2項では、相手方に対する意思表示、第三者が詐欺を行った場合、ちょっとこれ、分かりにくいから、条文のね、立て付けを説明します。96条1項っていうのは、どういうのを助定しているかというと、A さんがいて、B さんがいて、これ、相手方です。めんどくさいから詐欺。 詐欺働いて意思表示しましまた要するに詐欺師に騙されちゃったケースこれ取り消せますとまあクーリングオフだよイメージとしてはうんじゃあ96条2項これはもうだから典型的な詐欺脅迫のパターンだねじゃあ96条2項見ようあごめんなさい96条2項これはもういいねこれはね96条2項は相手方にこれ分かりにくい時は図書きながらやるといいからね相手方に対する意思表示についてだから A が B に何か意思表示するんでしょ 表示すするんです何かについて第三者が詐欺を行いましたつまり A さんが B に何か買いますって言うんだけど C に騙されてる場合ですこれ結構よくありそうでしょ、うん、要はなんかさあの 売買契約は AB で結ぶんだけど A がなんか C に詐欺されてあれすげえ高いぜってあの車実は転売したらもう何倍になる車だぜっておそうなのって車に行ってこれくださいってっ、ね、て違いました残念みたいなねそういう場合です1個はその車屋さんが詐欺働く場合だよこれこの車すごいんですよみたいなね うんこれ売ったらすごいんですよみたいなねこれ取り消せるとじゃあこの96条の場合は要するに誰か横やりなんか悪魔のささやきが入った場合ですね、うん、であの脅迫の場合も同じ、まあ、悪魔の脅迫なのか分かんないけどね脅迫した場合です、えー、そういう場合ですねじゃあその時どうなるかというと、はい、相手方がその事実を知り知ることができた時に限り意思表示取り消せるんですこれくなんか条文って覚えるもんじゃない何とかわ分かるでしょこれとこれの違い考えればいいんだよもう分かる B の奇跡性でしょ これ B は無条件に取り消されたら車屋やってらんないでしょうん車屋の周りにさそういうなんかよくわかんない奴らがいたらもう全部取り消されちゃうからねじゃあ B を保護しなきゃいけないという規定からルールがついてますこの時に知りまたは知る時ができた時が限りとつまりまああごめん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 ,ごめん全員じゃダメだ悪意の場合ね 知る時あとは知るときができたってことは過失があるとき悪意有過失の場合には取り消せるわけですつまり言い換えれば善意の場合取り消せないんだろうね、うん、で理由はもう考えれば分かるよねっていうことですこれが第三者の話、うん、第三者先でえっ、ー、と一応これは大丈夫かななんとなく趣旨が分かればすっきりすると思いますうんはい大丈夫ねでただこれは 2項は択一でよく出るのでちょっと印つけといて覚えといてください詐欺の場合だけね詐欺の場合だけね2項よく見てみなあの1項では詐欺と脅迫って書いてるでしょでも2項を見ると詐欺を行った場合においてはって書いてあって脅迫の場合は入ってませんつまり詐欺の場合には B は悪意有価質だった時取り消せるっていうふうになってるんだよねうんじゃあこれ脅迫だったらどう これね1回目の講義でやったけど反対解釈になるんでしょうねわざわざ脅迫書いてないんでしょうつまり脅迫の場合には要は無条件で取り消せるんです何でかっていうのは分かる詐欺と脅迫ってそもそも程度が違うじゃんレベルが違うでしょ詐欺だったら A は騙されて、まあ、買うわけだよね騙されて買うで B を保護しなきゃいけないでその時に騙されてるってことは若干の奇跡性あるんだよね こういだまされるようなやつなんだみたいなだけど脅迫って考えてみる無理やり脅かされてかわされてるんでしょそれは取り消せないっていうのはさすがにまずいじゃんっていうつまり脅迫の場合これは頭の中で発想で持ってればいいんだけど脅迫の場合脅迫された側に奇跡性を求めることは無理なのよ、うん、だから2個見て分かる通り脅迫の場合には取り消しの制限はないっていうことねこれ択一でめっちゃ出ますあの知っといてくださいうん でさらに項うん。だから参考も第三者の話が出てきてるんだけどこれ、よく見ると詐欺だよね詐欺だよね脅迫について書かれてないよねでこれはなんでかってことを知っておくだけでいいですあの私なんか結構マジックワードで言っちゃうんだけどごちゃごちゃ取り消しに制限かかるのは詐欺だけですって考えればいい脅迫の場合には要するに脅迫を受けた側なんだからその人に対して、ね、あの要するに何か求めるのかわいそうでしょ取り消し制限を。 なので詐欺の場合には詐欺を受けたということに対する奇跡性が若干あるので、うん、騙されやすいやつなんだねというそういういことに対して取り消し制限がかかっちゃうというふうふに考えるとすっきりするとで3項です、こ,こ,これが今日ね後半の結構面白いところで全、はい、2項の規定による詐欺による維持表示の取り消しは善意,かつ善意でかつ過失のない第三者に対抗することができないいつものパターンです、えー、第三者パターンが出てきました。じゃあ96条3項 もうサクッといくよ A がいて B がいて何かやりましたこれ詐欺ですと、うん、詐欺でごちゃごちゃとこれ詐欺に受けてますというイメージです詐欺ですで C がいて多分こんな感じでまあ転売しましたというノリですで、まあ、全員昔の第三者がいましたとおそらくイメージとしては94条2項とまあ似たような事例だと思います、うん でということは一個一個見たいんですが94条と96条、何が違いますか、うん、まずここは、ね、今日、一思表を1回でやるというのはここに味がある。過失がないってついている、うん、無過失要求していますでこれはあの学習経験者の方は押さえておいてほしいのが96条の,この過失がないは親切です、うん、昔はこの過失がないなかったんですね。うん で今はこれ、全員無価値まで要求してます。なぜ要求するでしょうかっていうのも、なんか分かってきたでしょ。A の奇跡性の程度なんです。虚偽表示やってるやつと詐欺受けたやつだったら、奇跡性の程度、虚偽表示やってるやつが大きいでしょ。虚偽表示やってるやつに対しては全員でも保護すればよいわ。詐欺受けてる人だったら、それは無価値まで求めてもいいでしょと。詐欺食らってんだから、かわいそうでしょって発想です。うん。なので、その96条はそれが、ここ実は昔争いあったんですよ。 <laughs> 過失必要説とか不要説とかね、えー、あったんですがもう過失なしで、えー、統一されていますでちなみにですけれども同じ理屈で95条4項説を見よう95条4項もこれとほぼ同じ規定なんですが過失がないって書いてあるでしょこれも同じです錯誤で勘違いしちゃったことっていうのに対してそこまで責められないでしょ 虚偽表示を一緒にやりましたっていう通報虚偽表示の場合と比べて絶対的に覚悟になっちゃった、えー、詐欺になっちゃったってことに対してはそこまで責められないじゃんとだから相手を保護するには昔まで要求してもいいだろうっていうのが改正の腰にあるわけね、うん、これね本当そうなんだよねだって覚悟と詐欺ってなんか言葉だと違いそうに見えるけど理屈同じなんだよな。要するに勝手手勘違いしちゃったのか人のか人 要するに借りて勘違いしたかでしょ詐欺ってそういうもんじゃない人の手を借りて勘違いしちゃったわけですでじゃあ今日の3項これここはとても大切なんで押さえておいてくださいあの基本的に第三者の意義は同じですうんあの理屈としてはあの新たな法律上独あごめん新たに独立した法律上の利害関係にならなきゃだめだろうっていうのは分かると思うんですがただこの第三者はちょっとねもう一つすごく重要な論点がありますえー、っと 94条2項と96条の違いっていうのをちょっと押さえてほしい、ね、96条は取り消しなんですいい、うん、いいねねいいかなここまで,、ね、で第三者ってどういうふうなものなのかっていうことなんですがあのちょっと触れさせてもらうとなんでこの人保護するんでしょう、うん、っていうことなんですがこれね実は権利外観法理ではないです。 あのこれ本当に気をつけてほしいんで今日ここだけは頭の中で理解して94条2項は虚偽の外観があったんでしょ虚偽の外観を信じた第三者を保護しましょう96条の詐欺の場合どうですか虚偽の外観ないんですよつまり例えば A が B に土地を売るでしょ土地を売って登記しましたこれ取り消されるまで有効でしょ取り消しなんだからつまりこれは虚偽の登記じゃないんだよだから権利外観法理が成り立つ事例では全くない いい94条の場合はここは虚偽だから権利外観だった96条は取り消されるかもしれない状態なのわかるうんつまり取り消されちゃったら A に戻るんだよねだけど取り消されるまでに有効でしょっていうことじゃあ C はじゃあね保護しなきゃいけないんだけどじゃあどうして保護するかっていうとこれ取り消しってこの前もやったけれども訴求項といって 元に戻されちゃうんですつまりこの後 C が買うじゃない買った後取り消したらどうなる訴求項で A に戻っちゃうつまり C からしてみると何が困るかといったら迂闊に買えないんだよものだ何でかっていうと買った後に A が取り消しした瞬間にでしょ戻っちゃうからつまり96条3項は何を保護するかというとそき項行から C を守るためなの。 理屈わかりますかね。うん。つまり、訴求項で C に戻っ、C から A に戻っちゃうことを守る。まあ結果的にはこれってのはこの辺は変わらないと思うんだ。取引安全だろうね。ただ取引安全の要請って働くでしょう。うん、とすると、この第三者って実は九十四条と九十六条全く違うわけ。うん。これを結論からするとわかります。C は取引 消しの前にに現れた第三者であることが必要になりますつまり取り消される前に出てきた第三者はいつ取り消されるか分かんないでしょうそういう人間は保護しなきゃいけないだから96条3項で保護されていますなのでいいかなこれも戻しようよ <laughs>、うん、この第三者の範囲についてはあのテキスト133ページ、えー、見てください、えー、133ページの第三者の範囲というところで書いてあるんですが 従ってのあと96第三者の範囲の下から4行目のところここだけはマーカーを引くといてください多分ね私のチェックシートでも書いてるんだけどね96条第三者とは何か取り消し前に利害関係に入ったものを言うと、うん、<laughs> いいかな理,理屈分かった、うん、要するに取り消しっていうのは訴求して戻されちゃうからそこから要するにガードしなきゃいけないそのガードするために96条3項があるんだから取り消し5だったらそんな関係ないでしょ うん、取り消し前だから要するにこれから取り消される可能性があるとじゃあ取り消し後はどうなると思う、うん、ちょっと事例問題集見ようか久々に <laughs> えこれでねほぼほぼつまりね今言った事例問題集で言うとね、はいえー、と8番見てください8番がまず8番の事例ちょっと見てどんな感じかちょっと考えてもらっていい8番は A 所有の土地まあさっっきやった話です A 所有の高土地があって A、B、C って譲渡されました A は錯誤を理由として A、B 間の取り消しを主張したという状態がこれ8番です。ということは8番では8番ではごめんなさい A から B に行って C に行ってはい A、B、C。 取り消しです順番はねねいいねじゃあこの C は保護されるかどうかっていう問題になるんだけどこれはさっきも言った通り C は取り消し前に現れてるでしょ、うん、つまりさっき言った通り取り消し前の第三者は保護されるんです96条3項でだからこれは C は善意無過失ならば保護されます、うん、つまり税無価値であれば、えー、96条3項で保護されるということですねうん ここ難しいからね、おうちで考えてね。じゃあ、9番どう ?9 番は似てるんだけど、A、B とまず譲渡しますね。A から B へと譲渡します。そして、次に取り消します。取り消します。で、その後取り消したにもかかわらず、B、ろくでもないね。えー、売っちゃいました。うん。この場合どうなるでしょうっていうのが9番です。 でこれも判例はあるんだけれどもこれは96条3項を予定してないよね九十さっきも言ったけれども96条が予定しているのは取り消し前の第三者が要するに取り消しによって元に戻されることをブロックするためだから8番みたいな事例だったらまさにブロックすべき人でしょ取り消し前に権利を信じて取得したんだからこれはブロックすべき人だから96条3項で保護すべきだから税無過失で保護されるじゃあこの人はどうか取り消し後だから別に関係ないんだよね じゃあどういう法律関係になっているかということを考えればいいのそしたら取り消したらどうなるんだっけこれ、判例はこう考えている取り消したことによって復帰的に戻るんでしょもともと有効だったものが無効な扱いになるということはこれはあの後でセブンサミットで言いますけれども復帰的物件変動といって要は B から A に取り消しによって戻るっていう効果が犠牲的にあるわけ。 じゃあそれににもかかわらず B は C 売ったんでしょ。このベクトル見て何か思わない取り消し後の第三者ってこのベクトルを見たときに B 起点にしてみな取り消しでの復帰的物件変動と B から C への取り消し後の譲渡が二0乗となっているつまりこの関係は二重乗と類似の関係なので177条の処理になる。ということは当期の戦後で決まると。 いうのが、この九番の問題の回答になる。ね、なんか、分かってくると面白いでしょ。分かってくると面白いでしょ。<laughs> うん。言われてみりゃ、そうなんだよ、みたいになるんだけどね。で、実はですね、これが九十六条の問題と、九十五条の問題というのは、さっきも言った通り、全く同じです。うん。えー、実は。 まあ、あえて飛ばしたわけですが95条4項でも同じようなことが書かれていますね、えー。第1項の規定による意思表示の取り消しは善意かつ、えー、過失のない第三者で再考することができないという、えー、95条の規定もあるわけですがこれもっ、えー、っとすいませんでした、えー、っとさっきの問題と実は同じでねねこれね勉強したりとかイメージ湧くきにかんあの知っておくと楽なのは 語さっきも言ったけど、錯誤と詐欺って根本同じなんです、考え方としては。要は自分で勝手に意思表示をぐちゃぐちゃぐちゃってなっちゃったのか、人から言われて意思表示ぐちゃぐちゃぐちゃになっちゃったのかで、外形的には同じなんですよね。うん、ということは、その法律の立てつけも同じになるわけです。だから、この95条4項、錯誤の場合のいいい第三者って何ですかって言ったら、これも同じなんですよ、取り消される前の第三者になるわけ、うん、取り消し前の第三者でやると。 だから、これ、作語の場合取り消し後の場合どうなるかっていったら、これ、全く同じ結論になるよね、作、うん、語取り消しの場合だとしても、基本的にはあ、ごめんなさい、これが例えばこれ取り消しって書いてるけど、この原因が、作語であろうがと取消あの、詐欺であろうが、結局、取り消し前の第三者であれば、96条3項、作語だったら95条4項で保護されるわけですよ。うんで これ例えば取り消し後の第三者であれば錯誤だろうが詐欺だろうが177条処理になるということになるわけねだからあの事例問題集最後に書いてあるけど事例の89において取り消し原因が詐欺か錯誤かで変わるかっていう問題が一応あるんだけれどもねえ解説にもつけてるんですが変わりません、うん、結論としては何一つ変わりませんであえて変わるとしたら取り消し前の処理が95条4項なのか96条3項なのか つまり適用条文が変わるだけで結論とか要件については何一つ変わらないということですね。そこはちょっと理解しておいてください。はいえー、ということで取り消し、ここまでわかればあのおそらく完璧だと思います。で、昨、え、後、ー、のところやりましたセブンサミット、た、うん、だ今日もうちょっと進める話があるので、えー、とやりますが。えーと とというこ129ページの方最初にね、さっき言ったけど、作語取り消しと第三者保護について一応飛ばしましたが、これで分かったかな、作語取り消し前の第三者というのは、95条4項で保護されます、129ページですね。で、作語取り消し主張後は対抗問題になるということだね。で、ページ飛ばします、えー、詐欺についてです。えー、っと、そう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 ,そうあの、この第三者詐欺だけ忘れないでくださいね。 え第三者詐欺だけはこれあの結構忘れる人いると思うのであのこういう96条2項があったなということは覚えてほしいのとあとは脅迫入ってないことは忘れないようにうんこれ詐欺脅迫セットでやっちゃうとね大変なことになりますので,うんであとはいろいろ書いてあるけれどもえと善意で過失がない第3百131ページですねえとここだねあの新たな独立の法律上の利害関係って言葉 あの青字で書いてあるけれども131ページのねあの一般的にあのこの第三者の新たな独立の法律上のというのはほとんど変わりませんのでえ押さえておいてくださいであとはページをポンと飛ばしますとあ,あと登記いらないよねうんあごめんこれはちょっと言っといた方がいいかなあの第三者で保護されるために登記がいるのかという話ですが、うん、よいしょ失礼しましたこれちょっと触れといた方がいいですねえー、っと よいしょあの例えばこれ96条の3項の話でさっき出てきたけども A がいてあこっちは登記いるよこっちは登記いるよ、えー、と96条3項で例えば今言ったけれども取り消し前の第三者が現れてで取り消しが行われる前に C がやりましたじゃあこれ登記がある必要があるかっていうことですね一応たまに聞かれることはありますえっ、ー、と登記いりませんからねうん、えー、ななんでだろうって思うかもしれないけど対抗関係じゃないよね うん、そもそも対抗関係ではなくて、うんあのまあ、要するに取り消されてこう戻るという発想ですからね、うん、多分、おそらく点々譲渡みたいな感じですよね。前種後種の関係です、うん、になりますからそもそも対抗関係に立ちませんのではいりません、うん、あのここはちょっと気をつけておいてください今日やったところだとあの94条2項も96条3項もいわゆる第三者要件が満たされるときには登記いらないってこと、ね、でそこから外れた場合だよね。 い,や陶器いるからね177になった時に登記がいるということです。はいで。で、第三者の範囲については線引いてもらったね。133ページ、えー。第三者は取り消し前の利害関係人であることが要求されています。で、えー、134ページの括弧2番ですが、えー、取り消し後の第三者については、もう結論だけで構いません、えーと。右下に書いてあります。いろんな説があるんだな。いろんな説があるけれども、勉強するときにこれ、いろいろこだわると大変なので、C の やつですねえー、二重譲との原則に従うという復帰的物件変動説177条で処理をするというのが判例の立場であってかつみんなも納得するでしょうだって矢印書いたら二重譲となこうなんねとなりますから177条で処理をするというのが判例の考え方です、うんはい、で脅迫については、えー、と一応書かれてますがまあそんだけです、うんえー、まあそんだけです <laughs>、うん でえー、と脅迫は基本的にはそんなに難しくはないんですが137ページの効果のところを気をつけてください、えー、効果のところであの要するに96条3項のような税昔の第三者みたいなそういう規定がないんですね、うん、ですのでさっきの96条2項とかでも同じね要はあの相手方とか第三者を保護するっていう規定がないわけだから結論から言えば脅迫されたっていう場合には死、えー、のうの言わず取り消せます。 うん、あのそこは気をつけておいてくださいあの、本当に間違えちゃうからね、うんえー、138ページですが、余裕がある人は、えー、詐欺と脅迫の比較の整理なんていうところも、えー、見ておいていただければと思います、あのそこまで、ね、あの細かいことは聞かれないかなというところですね、でこれで、ね、意思表示のほとんどすべては終わりなので、あのなんとなくこれで。 あのどういうものなのかなっていうねあとは法律的な考え方っていうのがね1回目よく分かるといいかなと思いますで2回目からは実は代理っていうね結構あの3人目のプレイヤーが出てくるので今はただ言った人と相手方なんだけれども今度は代理人っていう3人目のプレイヤーが出てきてえ結構ごちゃごちゃっとした話をやっていくけどだんだん面白くなっていくのでえまずは1回目ねこの大前提しっかりと理解しておいてもらえればと思いますでそれでね1点2点時間あるところで話をしておくと ちょっと戻るね、えー、113ページですね、えー、113ページ <laughs> あの、本当に豆知識、ま、豆ぐらいな感じのことを言っておきますあの。94条2項の第三者に当たるか当たらないかという表があったでしょ。うん、で、これはいずれ覚えなきゃいけないですあの。いずれは覚えなきゃいけないし、あのなんていうのかな。あの 一個一個ね知っていかなきゃいけないんだけれどもちょっと豆知識的なことを言っとくと当たらない例っていうのでよく出るのがあのこの丸一です、うん、あのなんとなくのざっくり二2番低等権者ってやつ、うん、これね知っとくだけで結構ね頭の,あの法律のセンスを磨けるかもしれないあの2番低等権者って何かっていうと低等権って言って不動産に低等権ってつけるわけだよね お金を借りる時とかにでその時にお金が返せなかったら、まあ、売られて処分されて配当されちゃうとで抵当権って別に何人につけてもいいんだよだから例えば銀行が2つから借れれば2つの銀行が抵当つけることができるわけでもその代わり順番があるわけねで1位2位3位一1番抵当2番抵当3番抵当って言ってで,で売ったら売ったで上から順番に配当されるわけだから一番抵当権者は基本的に配当を全部得られる で2番低騰権者余った分を得るという形になっていてどんどん低騰というのはどんどん負担保価値が下がっていっちゃうんだけれどもつけられますで大体問題になるのが2番低騰権者の位置、うん、これ1番低騰権者が消えるでしょそうすると繰り上がるんだよだから2番低騰権者っていうのは結構1番低騰権者の登記が消えるとかなくなるっていうことに対してすごい敏感になる傾向があるんですよ で例えば94条2項とかも96条3項とかも要はこの抵当権がなくなれば自分が上に上がれるでしょうだから私は第三者だって言ってくるケースが多いんですでで裁判所はこれをもう結構統一的な話で否定してます、うん、なぜかというとこれさっきの話ってなんでか分かる 例えば一番低等権者と二番低等権者で二番低等権者の人が一番低等権者は無効だって主張して第三者だっつって上に上がりたい、うん、上がれない理由は一番シンプルなのは新たな法律関係じゃないんですわ、うん、かるよねだってもともと低等権についてる人だもんね、うん、新たなものであるとであともう一つがこれね順位が上がるっていうのはあの法律的にというかねもう裁判所が一貫して言っているのは法律上の いわゆる権利じゃないって言っています。あくまでも反射的利益ってわかります。うん、直接的な。例えば直接的にあの法律上の庇護を受けた利益を得ているんではなくて、そのあくまでもその順位が変わったことによって上昇するのは反射的なものに過ぎなくて、あの法的保護に値しないとまでは言ってないけれども、それに近いようなことを言っています。つまり、これから卓一上で、ね、これから出てくるときに、二番抵当権者って出てきた場合には。 ちょっとその辺頭に入れておくと、えー、なんかスキルアップになるかなというふうふに思います。だから現に今113ページ見てもらったけれども、えー、131ページでもあの当たらない例としてやっぱり書いてあるでしょ131ページであの詐欺のところでも当たらない例のところでその該当しない例の一番最初のところでやっぱりなんかさ2番抵当権者っていうのが出てくるので。 あのこういう場合っていうのはなんかうさんくせえなとか思っておくとあのちょっとねセンスが磨けるところだと思います <laughs>。うん。よいし。でそれとですねあの錯誤についてはあとこれテキストでは書いてないんですがえっといくつかやっといた方がいいかなってことを触れておくとあの今日のところねちょっと補足しておくと錯誤主張のね無効主張賢者っていう論点があります。えっとねちょっとチェックシートの方がいいかなチェックシートの方で三ページ。 うんえー、見てくださいあの、取り消しって基本的に誰ができるんですかという話なんですあの。書かなくて大丈夫なので、うん、例えば A さんがいて、まあ、これ、もう本当に書かなくていいからね、作語になっちゃってます、作語、ぐにゃーってなっちゃってますで、まあ、B に対してです、歌詞あまあ、作語で間違って意思表示しちゃいました、作語で基づいて意思表示しちゃいました、取り消したいです、これいいよね。作語取り消ししができる前提しますその時 A うんは取り消せるよ、ねうん、さっきの錯誤だから取り消します、うん、A さん以外取り消せるでしょうかっていうのが実は問題になることがあります例えば B さんが取り消せるかあとはその辺にいる C さんとか D さんとか E さんとかもう、ね、オメガさんとかね、えー、たくさんいるわけで果たして取り消せるかっていう問題があってこれについてはあのきちっと押さえていただきたいのは取り消せるのは本人のみです原則。うんあの これは気をつけてほしいというわけじゃないんだけれども理由は簡単でですねあの錯誤で取り消す理由って何でかというと A を保護するためでしょ憑依者保護だから憑依者自らが取り消す意思がないんだったら他の人が取り消したらかってダメでしょ、うん、つまり A の取り消し意思ってのがなければ仕方がないので基本的に取り消し権者は本人のみです。うんえー、とで次回やるんですけれども えと120条、えー、見てください、えー、120条で、えー、明,明示されてます、うん、実はこれ、改正民法で錯誤が追加されたんですね。 120条で取り消しの話が書いてあって今日の問題と関係あるのでやっとくと120条2項を見てもらえると取り消しのできる人ということで錯誤、詐欺または脅迫によって取り消すことができる行為は可視ある意思表示をしたものつまり、まあ、ぐちゃぐちゃっとした意思表示をした人またはその代理人、証券人、まあ、要するに本人または準ずる人証、ね、券人って要するに例えばその人が亡くなっちゃって包括証券した相続人とかね。うん えー、そういうふうな、まず本人に、で代理人というのはまさに代理人です、そういう人じゃなければ取り消せませんので、基本的に全く関係ない第三者は取り消せないというのが、えー、ありますので、これは知っておいてください、ただ、一つ例外があります、これ、判例であるもので、余裕がある人は、担当なんかでもよく出ることがあるので、覚えてほしいのが、一個例外は、ちょっとこれ、ぐちゃっとしたやつだから、あれなんだけど、この例ね。 A、B があって A が錯誤で何か無効なことをやりました無効なことをやりました、えー、何でもいいかな例えば、錯誤に基づいて土地を売っちゃいました B にね錯誤に基づいて B、土地を売っちゃいましたでこれ、取り消しは多分 A は取り消しでできるんですただ、この時に例えば A が、まあ、いわゆる債務者借金,が借金がたくさんある人だとします多重債務者だとしますで C が銀行だとしますうん。 で銀行でお金を貸し付けている場合、ですね、うん、これどういう状態かわかりますあの A が売却するって何を意味するかというと A の責任財産を流出させる行為なんですよね。うん、なので A が錯誤に基づいて売ったものを例えば取り消せないってなっちゃうと C からしてみればどん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 財産が流出しちゃう状態になるのでさすがにこういう場合には例外を認めるべきなんじゃないかということで判例は例外を一応認めています。ここれ ① これ後ででやるので 今日はざっくりしか知らなくていいけどあの債権保全の必要がありというのは要するにこの土地が流出しちゃまずいでしょ。うん、保全って要するにこれを持ってた持たなきゃまずいと例えばこいつが超金持ってて土地をもう500個ぐらい持ってるんだったら別に1個ぐらいいいけど唯一のもう家屋敷だったらこれまずいでしょ保全しなきゃいけない。 本人が認めてる場合ねあくまでも表意者保護だから本人が錯誤を認めてなきゃだめだけど A があこれ、錯誤に基づくもんだったらごめんなさいって認めてて、てこれ、流出しちゃったら債権回収できないよっていう場合には例外として債権者代意権行使の前提として錯誤取り消しができるというのがあで債権者代意権についてはまだ先にやるけれどもざっくり言うと債権者が債務者の代わりに債務者の権利を行使することです。うん これねあのどういう状態かというと債,債務者って得てしてあまり積極的にやってくれないんですよ、いろんなこと、分かる例えば借金してる人が例えば他の人にさお金貸したらさその人が返してもらえばさあの借金返せるかもしれないわけだけれども、だいたい借金を抱えてる人ってと他の人を取り立ててもまた返さなきゃいけないってだったらやらないでしょ。うん、で積極的に債権回収しないかららそれだったら 債権者が債務者の代わりに乗っかっちゃうんだよ代,代位っていうんだけど例えばこの場合だったら例えば A が B に金貸してるとするこの例だと全く違うけどね、うん、B に金貸してれば普通だったら A は B からお金を返してもらって C に返すっていうベクトルならば C はやれるんだけど A はそんなことしたら間違いなくあの取られちゃうの知ってるからやらないんですよだからそういうふうな場合を想定すると分かりやすいかなその時は C が A の代わりに B から取り立てちゃうそれを債権者代っていうんですね でまあ、これなんかはそれとは違うけれども要は売却したものを取り返すって言っても A は取り返したところで差し押さえされるの分かってるでしょこんな、うんだからこういうふうに錯誤を A が認めてて債権保全する必要があるんだったら C は A に代意してあのこ取り消,消し主張ができるっていうのがあります えすみませんでしたなので、この取り消し権者についてはぜひぜひ知っておいていただければというふうに思います。と、うんはいうふう意思表示について、ここら辺であ,と,まあちょっと5分ぐらいあるんで <laughs> えと最後に今日ここまでやっていきたいなと思っているのが意思表示の効力発生についてです。えー、と条文についてはこれ勉強するときにあの今まで何からかの形で法律の勉強したことある人はここ、実は大きな。 改正があるところななんで、えー、と一応気をつけて欲しいかな97条をまず見てください意思表示っていつ発生するかについて決まっています、えーとね、テキストで言うと本当にしれっと138ページから139ページでしれっと書いてあってそこまで、ね、あの重要ではないのであの私がここで簡単に説明してあのセブンサミット見てもらえればいいんだけど到達,です到達時です。うん つまり意思表示って基本的に今、私が意思表示するんだったら一瞬で伝わるんだけど意思表示って例えばいろんな形があるわけです、まあ一番時間かかりそうなのはメールじゃないメールじゃねえや手紙手紙を投函して届くまでの間5日ぐらいかかったらいつ入れたときに意思表示になるのか届いたときに意思表示になるのかってね混乱するんですなので民法では書いてあるけれども到達したときに効力が生じるとされています。うん、なのであのでこの でこれをテキストを見るとですね、うんえー、139ページ、この言葉だけ知っておいてください。到達主義って言います。うんうん、民法では到達主義をとっています。ちなみに線引かなくていいけどその下の発信主義っていうのが逆だよね、うん。その下の発信主義っていうのが逆になるわけですよ。うんうん、で、その上でねでそれが到達主義をとっていてで2項見てもらっていい、うんえー、?2 項のところで。 うんまあ、実際到達するんだけれども正当な理由なく、ねえー、意思表示の通知が到達することを妨げた時これどういう時かというと要するに受け取らない場合ですこれも事実関係として具体的に考えればわかるね正当な理由なく到達を妨げるってことは例えば内容証明郵便の中でポンと送るでしょで送って届きゃそれで到達なんだよだけど例えばあえて留守をずっとやって受け取らないとか うん、あとは全く違う人替え玉入れて替え玉の人に取らせるとかそういうふうにいわゆる受け取りを妨害した場合だねそれが想定されてますでその受け取り妨害した時は簡単に言えば通常の時に到達したものとみなしますで1回目の復習みなすってどういうこと反証を許さないんだよね大丈夫ね、うん、つまりもうそういう妨げた時点で到達がもうそういうものだってされちゃいますからねうんえええみなすと推定するの違いだねうん えっていうのが一応、到達主義という発想なんですが、これあの、学習経験者の方はそらく聞いたことがある,んだけどあるかもしれないんだけど、あのかつての民法、まあ、今の民法では、実は申し込みと承諾で別扱いだったんですよ。うん、でよいしょあの、これだけちょっと簡単に触れると、えー、っとこれは気持ち聞いておくだけでいいからね、さっきの到達主義だけ知っておけばいいんだけど、例えば契約って申し込みと承諾でできてますって言いいよね。 まあ、A さんが B さんに対して,いいて申し込み者がいて申し込みをしますで承諾者がいて承諾をしますだよねでこれで申し込みと承諾が合致したら契約成立ですっていう話だったよねでさっき言った通り到達時期取るんだよだから A さんが B さんにこれ売ってくださいという形で申し込みをしたら申し込みはいつあの効力発生するかというと到達時でしょ到達時に発生すると。で じゃあ、えー、承諾する人が分かりましたって承諾するわけでしょで売りは買いますよって承諾するわけじゃあ承諾するのはいつなのかというとあの今,の民法、ね、今の民法は承諾のみ発信時取ってます、うん、つまり例外取ってるのよ、うん、つまり B が OK っていうふうに送った瞬間に契約が成立するというふうにされてるの。 うん、だけどあの、改正民法ではこれ、削除されたからね、気をつけて、あのこれから担当の問題やるときとか、もしくは何かの勉強をするときに、えー、いわゆる意思表示の到達っていう話が出てきたときに、この話、忘れて、うんあの、承諾も基本的に到達時です。うん、到達時です。えー、っとね、余裕がある人は民法をちょっとふわっと見るか。 昔は、ね、こんな規定があったのよ、はいえーっとね、多分、ね、民法526条を開くと多分そこにしれっといると思います、旧民法。うんまあ、これ本当にあのあのなんとなくあの学習経験者向けの話になるんだけどさ、えー、526条の1項のところにあの各地社、えー、<laughs> 間の契約は承諾の通知を発したときに成立するということで。 あの要するに遠隔地同士の場合承諾の場合は発信した瞬間に契約が成立するとつまり効力が生じるという,ふうな規定になっていたんですがこれがまあ廃止されて現在到達時になっていますなので択一の問題をやるとここ答えが変わっていますので気をつけてくださいで、えー、とすごい嫌な話なのが今年の予備試験でこれが出たら発信時なんです、うんでえー、と2年後の予備試験かな。 で出た場合に改正民法を対応になった場合には答え到達時になるということなので、うん、なんで一応気をつけてこれ、なんでかというと一応理由はあって昔今と昔違うのはあの昔ってあれなんだよあのこれって民法が制定された頃ってどういうのを想定されている各自社間の契約ってもう本当に小包だの手,分かる手紙なので例えばもう青森からなんか九州までで5日、6日かかるような場合が想定されていたわけ。うん、だから あの契約が成立するかどうかということについてえ例えばもうこの B が承諾をした段階で成立させないとあの契約の効力とか安定しないだろうということで作られてたわけねただ、今これわざわざ各地者間でタイムラグがあるということを想定する必要ないんでしょなんでかというと発信手段ってそもそもメールすりゃいいしもう電話すりゃいいしな要するにもうネットもあるわけでしょだからそもそもこの発信と到達の間のタイムラグがすごいできるからその不都合のために発信で。 ここで契約成立させちゃいいましょうっていう発想があったわけよだから、それがそもそも必要なくなったのでそもそもこういうふうな規定はなくなって原則通り全部到達主義になっているというふうに改正民法になっています、うん。なので、だからさっき言った拡散者間という言葉があったでしょ、問題の中であのそれ民法から消えてるからね、うん、あの改正民法ではそもそも拡散者という概念がそもそもないです。うん、要するに あのそもそも契約する相手方同士の話で,で間近で話しているとき対話者というのがいるんだけれどもあの一応そういうふうに変わっているということです、はい、なので、えー、今日はまあここまでになりますが、えー、少しだから触れておきたいのがですねちょっと択一の最後にね、えー、使い方について触れて終わりますで復習するときは、えー、この重要チェックシートね、えー、まずは重要チェックシートの方の えここに載ってるあの代理の前までのところは今日の講義の中で、しっかりと定義含めて押さえていただきたいものがまとまっているので、スラスラ言えるように反復してほしいかなということですね。あとはセブンサミットの方は、ページ数ね、言うと、結構、すんなか109ページから、えっと、 えと140ページ、まあ、本当はやってないんだけど、140ページのところまで、えー、一応、今日触れてますので、そこの中でさっきも言った通り、一語一句やるなんて必要は全くないですから、あの今日私が講義で触れたことについての流れをちゃんとつかめるような形で、あのストーリーを追いかけて、えー、もらえればいいと思いますので、そこのところは、まあ、あの次の講義まで見直しておいていただけるといいと思います、特にあの次回、代理やるので、まあ、その前提になります、うんあの、この話は結構出てくるのね。 で、あとは余裕がある人は事例問題集ねえー。事例問題集の意思表示のところ1から10まで、えー、触れているので、ここのところ1個1個。まあ事例を見て問題点が何になって結論がどうなってるって言うのをスラスラ言えるように練習しておくといいと思います。で。あとは卓一ですねえー。短式についてはこれ。一応改正民法前の出題なので。 え改正民法を前提とした問題ではないんですけれども過去に出題されたものについて、まあ、復習用の教材として用意していますなので解説とかが若干旧民法になっていて少しあの違和感あるところはあるかもしれないのでそこについては適宜あの私の方で補定していきますのであの、まあ、心配せずにあのやってくださいでで一応、ね、今の段階でできる問題というのがどこかな。えー、っと 二十五ページの第十三問、丸一番だね、えー、丸一番の意思表示っていうところかな、うん、えー、丸一番の意思表示というところから、えー、っと、ごめんなさい、えー、っとね、二十一問目、うん、第二十二問はできない、えー、っと、二十一問目の錯誤というところまでについては、 えと今日う扱った範囲の中で、えー、一応検討はできるかなと思ってますので、まあ、余裕がある人はちょっとやってみてください、でその中でね、うんえーと、注意事項だけ言っておくとですね、十、え、八、ー、問、第18問の隠し者に対する意思表示、第18問ね、隠し者に対する意思表,、ねうんえー、表示っていうやつと、えー、あとは、失礼しました、どこだ。 それかな十八問と、あっごめん、ともっと前だ、失礼、うんと、かなあとごめんなさい、あと第十五問、うん、あと第十五問の意思表示という問題、この十五問と十八問については、あのさっき言った問題で回答変わっちゃってるんですよ。 うん、なので、少しあの混乱しそうだなって人はあの第15問と第18問はやらない方が間違いないかななかと思います。うん例えば、第18問とかさ今、多分開いている人多いと思うけどこれだけ見るとあとか見てみ、うん、あの答え違うでしょ、あ,のあ見ると意思表示の効力は相手方に到達したときに生じるので各自治間の契約が成立するのは承諾の意思表示が相手方に到達したときである。うん これ改正民法だと丸なんだよね、うん、なんだけど、ペローンとめくると、あの×って書いてあってね、あの現行民法ではこれ×になってるということで、あのこのいわゆる旧民法、現在の民法の526条が絡むものについては、ちょっと答え変わってますので、さっき言った第15問と第18問については、まだやらないでいいのかなという気はします。はいえー、それでは、じゃあ今日ここまでにしまして、次回は、えー、代理のところをやっていきますので。 ぜひぜひよく復習しておいてくださいじゃあお疲れ様でしたじゃ今日はここまでします